改めまして、花村大輔です。今日も九州からやってまいりました。ありがとうございます。いやー、女心は分からんね。いや、あんた、えらい落ち着いた漫才師ですよ。いやいやいや。なんすか？いやー、うん、女の子、あの、カラオケ好きでしょ？うん、カラオケでドリカムが好きね。あ、特に20代の女性の方とかね。はい、言うとくば、うん、九州の男はドリカム合わん。あ、そういうことでね、はい、まあ、九州男児ってちょっと変わってるんですよ、なんかね、うん、何月間なの。あの、この前も歌い寄った。何？未だに歌い寄った、あなたにサラダ。古いね。あるでしょ、彼氏に向かって、そうそうそう、あなたにサラダバー作っちゃばーいかな。なまりすぎやろ、歌わんねん。いや、そんなことはない。まあ、その歌が好かんの。ダメやね、苦手。そんなん言うやったらあっちの方が嫌やね。なんでしょ。僕はあの、未来予想図2っていう歌あるじゃないですか。はあ、いい歌ですけど、なんで女の子をああやって自分にいいように撮るんかね。いや、なんか彼氏にバイクで送ってもらって、はい、なんか自分だけ降りたら、で、彼氏のバイクの後ろのランプが、なんか誤解、点滅、うん、愛してるのサインとか。はい、あるね。勝手に言うやろ、うん、なんよ、あんた5文字やったらさようならかもしれない。いや、そりゃそうかもしれん。5文字やったら明太子かもしれん。なんで、なんで、バイクのテールランプ赤いやろ。いや、趣旨変わったやねん。話の趣旨が変わっとうって、そんなゲーム大会やないんよ。まあでもほら、男と女とは考えの違いはあるよ。あ、それありますよ、はい。一番思うのはね、女子の皆さん、まあ女の子ね、はい、記念日好きですよね。ほうほうほう。まあ誕生日とかさ、うん、バレンタインとか、こういうのやったらまあ男がついていける。まあ覚えとくよね。勝手に作るでしょ、記念日を。はい、例えば二人が付き合い出した日。なるほど、なるほど。キスをした日。はいはいはい。初めて朝でお迎え。ああ、あるあるある。その挙句の果てなんか私が髪型を変えた日。ほう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 。虫歯が全部なくなった日。知らんっていう。そういうのを覚えてないと、うん、喧嘩の原因になったりするけどね。そう、すごいなんか言ってくれよ。ねえねえ、ヒロ君、ヒロ君って。いや、あんた女の子。しょうがない、二人しかおらんやねん。そんな開き直らんねん。ヒロ君、ヒロ君って。な、何？今日何の日か覚えとう？今日はあれかな、誕生日。誕生日4月やん。知っとう。3月やろ？知っとうって、うん。今日何の日？付き合い出したっけ？付き合い出したの、あなた6月、梅雨の時期で。思い出はいつも雨やねって言ってん。はい、言って言って。言ったろ？キスをした日かな。キスしたのは夏休みに入ってからでしょ？初めて一緒に朝を迎えた。それはお盆。腹水盆に帰らず責任取ってよねって言ったでしょ、言おったな、なんか言おった。覚えやすいじゃない、そっちの方が。ねえ、何やったっけ、メガネからコンタクトにした。それは10月10日、目の日。なんでそんな小読み通りに。忘れとうとう。ごめんごめんごめん。うわ、もうスカーン。いや、スカーンとか言うの。もうスカーン、うん。別れる。いや、別れるとか言わんでって。もうしょうがないよ。ごめんごめん、大事な人か知らんったもん。ごめんごめん。もう絶対覚えときよ。もう来年楽しみにしとっけんね。だから、手帳書いとくけん。そんな大事な人か知らんったもん。いい、うん、今日は、初めて、うん、豊臣秀吉が太閤県庁を。俺たち関係ないよね。あの巻尺のない時代に田んぼと田んぼを区切ったとよ。よそはよそ、うちはうちってさ。いつまでやりよ、お前。この寸劇は終わっとるよ、もう。もうありました。もう次の話題に行かなきゃいけないですよね。いやね、まあまあ、まあ、あれは大人なんでね、まだなん我慢できますから、はいはい。まあ今考えたら昔子供の頃はまだ女の子に負けたくないとかでよく喧嘩したやないですか。なるね。特に小学校時代とかね。もう意味のわからんこと揉めたね。特にあの掃除の時間とか。はいはいはい。でしょ。ちょっと男子！また女子お前。しょうがないや、二人しかおらんだよ。女子ね。ちょっと男子。なんや。掃除手伝いなさいよ。掃除したやねんや、さっき。机と椅子引いたら掃除が終わりと思うよろ。うん、違うとよ。分かった、うるさいな。手伝いよ、女子ばっかりにさせんで。じゃあ向こうでやるよけええねんや、もう。するけん、向こう行けやるよ。バカもう。ちょっと待ってくださいね。あ！ガラガラ。渡り廊下、渡り廊下、ちょ、男子細かいよ、お前設定黒板消しばっかりずるいよ。黒板消しだって掃除やんか、いいやんか、別にもう煙も出おらんやん。出ようって、ほら、ね、もうそれ一回ウィーンって日直がしとうと、じゃあ、何したらいい。男子は雑巾だけでしょ。いや、草冷たいのに雑巾は。お前、女子がせえよ。女子は、手肌が荒れるとよ。知らんたい、もう、うるさい、もう向こう行け、もう手伝いよ。雑巾すれっちゃう、そうたい。冷た、え、あ、もし、あ、もし、縛らんでいいかも。ピタガン。あぁ、ちょ、男子木目に剃りなさいよ。どこ注意しよう。ちょ、あぁ、うっせ、バカ、掃除やれ、やめた。おい、男子集合、遊ぼうぜ。よし、スカートめくりでもしようぜ。え、真っ白げな。ちょっと、みゆきちゃんのかわいそうでしょ。うわ、クマがおる。ちょっと、カオルちゃんのやめてあげて。うわ、いちごげな。ちょっと、ひさみちゃんのやめてよ。よし、出しとうぜ。渡しろめくりなさいよ。お前のブスはブサイクのスカートめくれるか、この。うわゴリラ、いやドキーコング、キドキーコングジュニア、いやクッパ大王。ちょっとクッパ以外全部悪口やないの。いや、クッパも悪口、クッパに憧れんなよ。もう怒った、まあ、怒れば。もう女子と男子の戦争の戦いです。まあいいよ別に。キッズウォーです。さあ戦ってやります。なんすか。先生に言いつけるけんね。もうやめとけって。先生やろんでくんの。先生に男子怒ってもらいます。やめと先生、先生女子だですか。
館長の店。彼かな。そうです、あの人です。自民党の麻生太郎です。誰連れて行きよ。どうも、ありがとうございます。ねえ、まあこんだけのお客さん、はいはい、そして何よりも間違いではね、そうそうたるメンバーで皆さん見てるということで、はいはいはい、まあ、非常に緊張しますけども、ね、まあ頑張るしかないですね。頑張るしかない、うん、はい、なんとおっしゃいました。いや、頑張るしかないですよ。はい、その通り。小玉さん、まあね、小玉さんの声まででキャーとね言っていただくという方、まあまあ僕らのもう名刺があるでございますんでね、小玉さんともども喜んでおりますけども、うん、はい、小玉さんのモノマネを、じゃあちょっと細かいモノマネでございますけども、見せときましょう。あのアタック25でですね、はいはい、あの出場者の人はもうあの、うん、素人の方なんで緊張するんですよね、うんうん、で緊張して間違えてパネルを取った時にも、うんうん、優しくたしなめる小玉清さん。なるほど。じゃあ想像しながら見てますんでお願いいたします、はい。鳥取県いいでしょう。はい、見事お答えいただきました赤の方何番。4番、うん、なぜ角を取らない。はい、いや素晴らしいですよ。いやいや、そんな、お上品にね、お上品なものなんですね。ただこの児玉さんのモノマネも、うん、もうそろそろ限界に来てるというか。なんで限界。いやいや、もうちょっと飽きられつつあるというか。まあまあ確かにね、言われてみれば、もう考えたらそうですもん、はい、だって僕 こ,、ね、ここ2年間ずっと児玉さんのモノマネでテレビ出てるでしょ。出てます。で僕はその横に佇む男として出てるんですよ。そうなのね、いい加減にしてもらえない。もうまあまあまあ。もう無理ですよ、それは。ただね、ハードル上がってますからね、児玉さんということで。だからやっぱりちょっと違うモノマネに。新ネタ、はい、あるんですか。あります。じゃあぜひ。ああ、もうこの期待には答えなきゃいけないですよ。はい、じゃあ、児玉さんに次ぐ新モノマネ、誰でしょう。カビラ・ジェイさん。また渋いマニアックな人選を。いや、誰もしないのをモノマネしないで。まあ、ね、まあ、ニュースステーションに昔よく出てたね、サッカーでおなじみの方ですね、はいはいはい、熱い方ですけども。まあ、顔がね、若干もう似てますよね。まあ、入り口はそこでもいい。じゃあ、そんなカビラ J さんの何の、ちょっと細かいですけど。まあ、大歓迎ですよ、今回。サッカーも大好きなんですよ。いや、ほんと熱い方です、ね。好きすぎても感情を抑えきれないんですよ。わかるわかる。ね。だから、あの、見てない人のまで結果がすぐわかってしまう、はい、ニュースステーションでのサッカーの VTR の振り方っていうのは。なるほど。感情が入りすぎて、はい、試合見てない人でも先に結果がわかってしまう、はい、カビラ J さんの VTR の振り方。では、カビラ J さん、お願いします。さて、我らが日本代表なんですが、先ほど試合が終わりまし、くぅ。結果どのようになったのかご覧いただきましょう。やったぜ稲本。いやいやいや、言い過ぎ。結果どころかその試合の MVP まで発表してるんだよ。お試合見る前に稲本が決めるって分かるな。まあでも児玉さんがねゆっくりめのモノマネなんでテンションが高くていいんじゃないの、うん、ただやっぱ勝った試合はテンション高いですけど、はいはいはい、負け試合も、ね、もちろん日本代表負ける時もありますよ。もう感情を抑えきれない。変わっていきます。変わります。じゃあ日本代表負けたバージョン、カビラ J さん、はい、お願いします。さて我らが日本代表なんですが、先ほど試合が終わりました。終わってしまったんです。さあ結果どのようになったのかご覧いただきましょう。どうした柳沢。むっちゃダメだって。見る前にわかるでしょ、柳沢がやらかす。もう抑えてるんだ。まあまあね、まあ2008年はじゃあ、小玉さんとカビラさんと日本立てで、ね、小玉さんもやるんですね。まあもちろんですね。そして私はまた佇まして。いやいや、じゃあお互い頑張ってきましたよね。まあでもね、ちょっとね、あのニュース見てました、はいはい、この前ちょっと心配事がありました、うん、何が心配だ。今の子供たちって、僕らは子供の時と比べて睡眠時間やたらと少ない。眠れない子供が。見ました見ました。はい。でも時代の流れですよね。だってもう今24時間テレビやってたり、ね、まあね、まあ、コンビニが開いてたりとか、まあそうだ、漫画があってゲームがあって誘惑が多いもん、それは。しかしやっぱ寝る子は育つ。寝るように、ね、促してあげるのが親の務めだと。なるほど。私は思うんですよね。まあ確かにわかるけど、まだそんな立派なお父さんになれるの、僕はもうそういうふうに促せますな。マジで、はい、じゃあ僕が眠れない子供やるんで。ああ、眠れない子供。じゃああなた博多のお父さんとして。博多のお父さん。はい、上手に僕を眠ってね、眠りにつかせてみてください。はい、わかりました。行きましょう。お父さん。お。どうしたとや。お父さん。違うとって。うん。僕ね、足早起きせねえかんのにね、うん、全然眠くないよ。眠らないでよ。目つぶっても眠れんのよ。あ、そうや。どうしたら眠れる？よし、わかった。じゃあお父さんはね、枕元で絵本を読んであげよう。いや、もう気持ち嬉しいけどいいよ。なんで？だってもう絵本の話大体頭に入っと思う。内容知っとけ。内容知っとけんさ。よし。また、じゃあお父さんがね、ちょっと現代風にアレンジしたな。え？お父さんオリジナルの絵本。お父さんそんな器用なまでできんの？じゃあそれ聞かなら頑張って寝てみよう。よし。じゃあ何読んでくれんの？じゃあお前ね、一人子が兄弟が出てくる。3匹の子豚しよう。わかったわかった。ちょっとアレンジ加えてよ。わかった。じゃあおやすみなさい。三匹の子豚たちは、それぞれ独り立ちをするということで家を建てることにしました。うん、一番上のお兄さんは藁で、二番目のお兄さんは材木で、そして末っ子の弟はなんとレンガで家を建てることにしました。うん、長木さん、三時にあのセメント会社が来ますさ。それまで基礎工事だけ終わらせてきますば。よかな。おい、アルバイト、お前たちは休憩っていつまでタバコ忘れてくる。早くその一輪車でレンガ積んでこっち持ってきなさい。あの、現場監督、なんや、市役所の人が来てる。何の話だ。そうか。起きるよ。
なんで博多の工務店が受け負っとんの？はかどるでしょ。はかどったらダメって。小豚さんに作らしてよ、レンガの家は。いやー、小豚には無理ばい。なんで無理とか言うの。爪がお前焦げになっとんばよ、小豚。小豚さん、そんなん言い出したらキリがないやろ。話変えてよ、眠れよ、そんなんじゃ。違う話よ。違うのにして。ウサギと亀行こうか。ウサギと亀。頼むよ、アレンジ加えてよ。はい。お願いします。もしもーし。もしもーし、亀井くん。君は仕事が遅いねー。午前中に頼んどいた見積もり書はどげんだったって。いやー、それがウサギ専務、私もですね、もうこれ子供ですから。さん、アレンジがきつすぎるよ。なんでウサギとカメがサラリーマンの物語なっとん。いや、ちょっと良かれと思った擬人法や。もうちょっと昔話のテイストを残してよ、テイストを。テイスト残したまま昔話っぽくやって、それでアレンジを加える。じゃあおむすびコロリンでアレンジ加えようか。頼むよ。はい、はい、はい。あー、そろそろお昼前。よし、ご飯食べろ。よーし、ばあさんこしらえた弁当。あら、今日おむすびはないばい。パンばい。意味がわからん。なんでおむすびコロリンでパン持たされとん。転がらんと話ならんやろ。ロールパンやけど。そんな問題やないん。形どうこう言いよらんのよ。俺もさっきから聞いた原因分かった。お父さん全部博多弁やけんさ、若干武田鉄矢色が強くなるとって。まあ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 、売りやもん。売りとかいらんけん、うん。標準語でやってくれ。昔話で標準語やん。標準語やったら、ね、標準語でアレンジ加えてよ。いや、じゃあ、あった。できる？できる、できる。頼むよ、じゃあ何言うの？じゃあもう桃太郎でいいか、オーソドックスに。頼むよ、もう博多弁なしよ。ああ、標準語ね。はい、おやすみなさい。昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんがお住まいになられていたそうです。赤の席のおじいさんは、山で芝刈り業を営んでいらっしゃる、緑の席は川で洗濯が得意だというおばあさん、そのおばあさん、川で洗濯中、川上の方から大きな大きな桃を乾くと、その桃を自宅へ、持ち帰って包丁で真っ二つ、中から玉のような赤ん坊、そうなんです、それが桃太郎なんです。くー、その桃太郎、好きと成長し、18歳で日本代表入り早い。おばあさんに聞きました。鬼ヶ島に行ってもいいんですか？いいんです。ん？成田から10時間鬼ヶ島に到着、そこでは絶対に負けられない戦いがあるんです。家来の猿がドリブル、犬が上げる、マキが飛び込む。惜しい。今のどうでしょう、セルジオさん。誰がセルジオさん。どうも、わかりました。します。ちょっとご報告があるんですけど、うん、何でしょうか。イカが取れないらしい。イカ？いや、昨年ほどではないんですが、うん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 、今年も、はい、もう以前に比べたら本当にイカが取れない。ニュース見た、ニュース見ました、うん、最近はなんかね、はい、でも本当の話なんですよ。地球温暖化とか乱獲の影響でね、はい、日本の海からあのイカが姿を消してるって。そうです。そういう話は聞いたことあるけど、はい、え、今日の漫才のテーマイカ。そうです。時事ネタです。いやいや、話時事ネタにしては期間長いし、話広がる。これ軽く考えてますけど、常識変わってくるからね。これイカが長くなくなると常識変わる。そりゃそうです。何が変わるの。いや、例えば八代亜紀さんの船歌も変わってきますよ。そう、船歌、はい、え、歌詞あれよね、うん、お酒はぬるめの缶がいい、はい、魚は炙ったイカでいい。そこだい、うん、どこ。イカでいい、失礼な、はい、そんな下にイカを見てる時代は終わりましたから。ですね、ですね。イカが取れないんだ。わかります、わかります。イカでいいな。イカがせめて、そういうせめてそう歌っていただきたい。わかった、わかった。落ち着いて、落ち着いて、ね、じゃあこれからの船歌は、お酒はぬるめの缶がいい、うん、魚は炙ったイカがいいになるってことね。今のところはね。今のところはなんせ取れないから、イカがまだまだ取れなくなるの。そう。え、じゃあどうやって変わっていくの。だからやっぱりもう一回大将に、うん、やっぱりその入荷してるか聞くべきでしょうね、歌の中で。はい。え、じゃあお酒はぬるめの缶がいい、魚は大将、今日イカ入ってますかになるでしょうな。いやいやいや、なるでしょうないね。語呂悪いし。語呂悪いって。いや、語呂が悪いから、はい、そこはもう一か八かイカがいいって言った方がよくない。でもなかったらどうするの。なかったらなかったで別のなんかおつまみ頼めば済む話やん。え
それで平気なん？いや、だってないもんはないやん。ないならない。はい。あるもんでいい。いや、いいですよ。はあ、この人は東京の人に何にしちゃった？やめてよ、その言い方するの。なんなん？イカ好きやったよ。いや、だからそこはないならないで我慢するのが大人じゃないの？あると思ってないのに俺耐えられんのよ。なんなんその言い方。お弁当を食べてる時でもあるでしょ、こういうことがないなんて。お弁当食べてる時にあると思ってないなんて俺ないもん、そんな。なんでね、例えば、うん、白身のフライの揚げ物があるやん、はい、お弁当の結構メインのおかずだ、うん、メインでしょ。それを口にして、うん、白身のフライじゃない、何鮭対応できる。いや、白身のフライと思ってたから、はいはい、鮭はいかん。そら言うといてもらわな。あるあるある、もう喉通らんもん。たまにあるよ、あ、これ白身じゃなくて鮭だったっていう時あるけど、はい、それはそれで、あ、これは鮭フライだったんだで済む話やし、うん、あれやったらほらよく見たら鮭フライって周りがちょっと赤いから、はい、あれこいつ白身のふりしてるけど実は鮭なんじゃねえと思いながら私なんか食べてるから。そんな冷静沈着なあなたと私を一緒にしないでください。私はもっと真摯に白身のフライと向き合ってますから。諸突猛進、はいはい、一途、はいはい、なんせ白身のフライが好きだから。何のモノマネ、なんで平成の終わりにチャンドンゴンやんの。そもそももう鮭をさフライにする概念がない。鮭は塩焼きやろ。それはあなたの個人の好みだから。分かった、じゃあ受け入れる。じゃあこれからの船歌はお酒はぬるめの缶がいい、魚は大将、今日イカありますかになるってことね。今のところはね。なんせ取れんからイカが。まだまだ取れない、ね、そら将来的にはね、イカがもうその幻の魚みたいになって、はいはい、もうお店にイカがあるはずもないみたいな時代になった時に、あなた普通にガラガラっと入って軽くアホみたいな顔して店主イカありますか。そんな空気の読めない世間知らずになってほしくない。ならんよ、そういう時代なら違う言い方するよ。そらイカありますよ、そらもうね、うんうん、じゃあどうなるのさ、うん、お酒はぬるめの缶がいい、魚は大将、イカなんてものは皆まで言わないでください。あるわけがない。あったらあったで黒板に書きますよね、イカありますって。そりゃそうです。なんならお店に上り立てます。愚問でございましたになるでしょうね。分かった分かった、じゃあこれ分かった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 。これからの船歌はお酒はぬるめの缶がいい、うん、魚なんですけど大将まさか今日イカなんで。もう皆まで言うな。ないですよね、そんなもんあるわけありませんよ、はい、あったら黒板に書きますもんね、はい、あれやったら店に上り立ってますもん、うん、愚問でしたに、はい、なるってことですか今のところはね。花丸さん、この話まだ続くの。なんせ取れないからイカが。いやいや、花丸さん考えてみ、取れるよ、うん、日本のルーさんいっぱい頑張ってるから、うん、どっかからイカ捕まえてくるから。だからやっぱり歩み寄りが必要でしょうね、この歌詞歌にもね。歩み寄り、うん、ここはやっぱ大将のお任せでいいっていう歌、うんうん、あ、でもそっちの方が歌の世界観に合ってんの。なぜあれ馴染みの店という設定だから。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ、お酒はぬるめの缶がいい、うん、魚は大将のお任せでいい、うん、いいじゃないいいじゃない。大将、ちなみにこのお任せって何ですか。季節の天ぷら、ほーと。ちなみにラインナップ教えていただけますか。エビ入るでしょうね、エビは。それからキス、なるほど、まあいいでしょう。それからアスパラ、ほう、そんな長いんすか。お、塩で、あ、と、と、しいたけ、しいたけ、と、と、ナス、ナス、しみじみ飲めばー。歌の中盤どこ行ったのか。どうもありがとう。よろしくお願いいたします。ちょっとご相談があるんですけど。何でしょうか。ミステリーハンターになりたい。はい、ミステリーハンターに、うん、聞こえてる聞こえてる。何急にミステリーハンターって。いや、ありがたい話、クイズ番組とか出させていただくこと多いんですけど、はいはいはい、ちょっと苦手でね。うん、でもあなた別に頭いいキャラじゃないから気にすることないんじゃないの。いや、まあクイズの答えが、うん、まあはっきりしてるのはいいんですけど、うん、あの謎謎系とか、うんうん、まああの頭の体操系とかそういうのがちょっと苦手でね。苦手、はい、どういうことそれは。いや、最初にその答えに納得いかないと結構引きずっちゃうんですよね、私。じゃあ例えば第一問目で答えに納得いかなかったから最後までずっとそのこと考えてるの。肝そぞろで取り組まさせて。やめなさいよ。そう、呼んでもらった番組に悪すぎるでしょ。頑張りなさいよ。いや、もう子供の頃からなんですよ、こう謎々にこう納得いかないんですよね。例えば何に納得いかないの。いや、
前からあったでしょ、うん、パンはパンでも食べられないパンってなんだと、うん、定番中の定番ね、はい、答えはフライパン。パンじゃないよ調理器具や。いやそうやから、なぞなぞやから。子供心にいろいろ考えるパン、食べられないパンってなんかな、なんだろうね、カビの生えたパンかな。でもカビの部分を削って火通せば大丈夫、親から言われる。まあ食べられんこともないな、うん、違うね。じゃあ毒入りのパンかな。毒入り、毒入りのパンどこに売るよんやろ、うん、そもそも毒入りのパンを前に、うん、なんだとそんな余裕ないと思うよ、毒入りは、うんうん、まず警察持っていかない、警察、うん、違うね違うね。じゃあ、うん、万引きしたパンから、万引きね、人様からね、うん、お金も払わず取ったパンを、はいはい、口に入れるなんてとんでもない、うん、親から言われてるから、分かった分かる、うん、でもその前に、うん、万引きは犯罪だから、はい、警察行かないかも。何回警察に行こうとすんのよ、うん、いや難しく考えすぎなんて気楽でいいから、謎なんて。そういう性分だから、回答者じゃなくて出題側に回った方がいいんじゃないかな。でも普通はそうなったらクイズ番組のスタジオにいる司会者の方目指さない？なんでミステリーハンターなの？お言葉でございます。私のこの顔でスーツを着てスタジオで出題する確定でしょ。何て言う？問題です。その人物の名は児玉清さん。早い、ほらほらそうなるよ、まあ、久しぶり聞いたけど、まあまあ確かにそのイメージあるから仕方ないね。でしょ、うん、じゃあミステリーハンターの方が向いてるのかな、かもしれないと思って。分かった分かった、やらさせてもらっていいですか？もちろんもちろん。じゃあ私スタジオで今回答してやりますんで。いいですか？見せてください見せてください。ミステリーハンターの博多華丸です。いいよ。今日は、うん、福岡ヤフオクドームの方に来ております。限界などの風が気持ちいいの。華丸さん、ただいまーす。ね、何でしょう、なんで福岡にいるのかな。なんで？いや普通世界かと思うじゃない。なんで？いやだからミステリーハンターで普通ギリシャとかエジプトとか、うん、そういう歴史のある土地からお届けするのが定番だから。福岡ドームも、うん、もともとヨカトピアという博覧会をするためにこの埋め立て地に建てられたというその確固たる歴史はありますけど。知ってるよ、もともとあそこは海やったら知ってるけど、はい、いや福岡ドームにミステリーなんかある？逆にその福岡ドームのミステリー答えられんかったら、はぁ、大吉は東京の人になりにしちゃったねって、また福岡県民から叱られる場合。叱られたくない、絶対答える、絶対答える、ね、じゃあちょっと VTR 続き見せてください。いい、見ます見ます。ミステリーハンターの博多華丸です、うん、今日は福岡ヤフオクドームの8番ゲートの前にいます。8番ゲート、8番ゲートというのはライトスタンドに一番近いということで、ホークスファンが試合開始2時間前からたくさん詰めかけております。すごいね。それではちょっとインタビューしてみましょう。インタビュー。こんにちは。こんばんは。こんにちは。16時はどっちかな。うーん、じゃあこんばんちは。今日はどちらから、うん、福岡市内の、うん、あれあれ四つ角、懐かしい四つ角、うん、お右、うん、それはな、天神側からですか、それとも、うん、原側からですか。何を聞かされてるの。天神側からの右、どうでもってことは、あの大きなレンタルビデオショップ、何の話してんのさっきから。あのレンタルビデオショップなくなった。え、うん、さてここで最初のクエスチョンです。そのレンタルビデオショップはどうなったでしょう。デレレ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 、駐車場、うん、住宅が建った、どれか。それでは正解です。目移りするな。でも僕はこれということで、正解は回転寿司でした。いや分かるわけないでしょ。何のミステリーなのそれ。回ってるね。何、回転寿司が正解。お父さんも来ています。お父さん、こんばんちは。ビール片手にいいですね。なんでインタビューばっかやってんのこの人。今日はどちらから、腹四つ角の右。それは何ですか。天神側からですか。どうでもよくない、それさっきから。小田部側からです。なんだ、是非もなの。天神側から右。いいから、どっちでもいいから、早く問題出しなさいよ。ホークスファン、今日はどんなシーンが見たいですか。それでは次のクエスチョンです。こちらのお父さんはどんなシーンが見たいでしょう。デレレ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 レ。これもチャンス問題ね。もうホームランでしょ。柳田のホームラン、内川のホームラン、松田のホームラン、どれか。それでは正解です。正解は、工藤監督の笑顔でした。いや、あの漠然としすぎてない。誰がわかんのさこのミステリー。ちびっこもいます。ずっとインタビューやるの。こんばんちは。流行ってんのか、こんばんちは。今日は出しながら、野間四つ角。また四つ角。お、右。な
何なん、それは何、天神側から、ね、どうでもいいから、大橋か天神とか大橋とかもうみんな分からないから、もう早く問題出せよ。それではラストクエスチョンです。ラストクエスチョン、なんでフライパンですか。まだ引きずってる。どうもありがとうございます。ステーションナンバー8、高田花丸大吉ジャマジャ。花丸大吉です。ちょっとご相談があるんですけど、うん、何でしょうか。保険に入りますか。ない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 。そんなネタないのよ、あれコマーシャルでやってるだけなのよ。で花丸さん、大事なこと、はい、このつかみ去年のザ漫才でやったんです。ダメなんです、また同じことやってるって言われるんで。あ、そうですか。我々も52歳なんでね、はいはい、この記憶力の低下と戦わなきゃいけないから、これ気をつけましょうお互い。まあでもケアレスミスですよこれは。あ、でもなんかよく言うじゃないですか、はい、昨日の晩ご飯パッと聞かれても思い出せないとかね。ありますね、地方省のテストとかでね。昨日の晩ご飯は美味しくいただきました。ずるい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 、危ない危ない、セーフじゃないのよ。そんなゲームじゃないのよ。そうですか、頑張りましょう。いや、52歳だから受け入れていくしかないわけですよ、うん、まあ仕方ないですかね。だってね、うん、最高顧問が、はいはい、ちょうど僕らと同い年ぐらいの時に書いた本のタイトル知ってますか、うん、何タイトル。余生。余生。余生です、はい、あまりの人生と書いて余生、はい、そうです。早すぎない。本人に言って、うん、でだとしたら長すぎないね。要するに名古屋ございますの。ありがとうございます、本当に。でもね、そんなおじさん芸人の我々にも今追い風が吹いているって話してますか。追い風と言いますと、というのもね、今巷で可愛いおじさん芸人がブームなんですって、うん、聞いたことないですけど。知らない。はい。いや、例えば錦鯉の2人が可愛いねっつって、どこが可愛いね錦鯉の。いや、特にボケの長谷川くんなんか可愛いんじゃないの。こんにちはって言うだけでしょ、うん、言うだけというか、やぶんでも、やぶんでも常識がない。いやいや、そういう言い方すんだよ。花丸さんがこんにちはって言っても可愛くないけど、はい、長谷川くんがこんにちはって言ったら可愛いのよ。そうかな。例えばサンドイッチマンの2人も可愛いねって、でもよって見たらいかつい顔されてますよ2人とも。でもなんかコロコロしたフォルムが可愛いねとか、あと我々と同期のね、ナインティナインの2人も可愛いねって。うん、しばくちゃやな。お互い様なんよ。お互い様なの、しわくちゃなのは。もう受け入れていくわけに。いや、可愛いおじさんが今ブームなんですよ。あなたはどうなんですか。いや、我々花丸大吉も実は可愛いおじさん芸人のカテゴリーに入ってましたよ。どこで読んだ、どこの情報、どこの記事ですか。これネットニュースに書いてあったの。何ですかあなた。どこの誰かが書いたかわからないこのネットニュースをそのまま鵜呑みにするわけですか。だってね、ネットで悪口書かれるより可愛いって言われた方がいいじゃん。じゃん。はい。ジャンって言った。ジャンって言った。言いました。はい、ああ、この人は東京に染まりにしちゃった。それ毎回言うけど、何や、やめてよ。NHK で出して。違う違う。NHK で出して。昔からこうなの。言っとくけど、我々のコンビで言うとあなたの方が可愛いって言われてるから。花丸大吉の可愛い担当は花丸さんなのよ。可愛くない。可愛い。可愛くない。自信持って可愛い。可愛くない。可愛い。可愛くない。可愛くないよ。可愛くない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 。さっき錦鯉の方が可愛いって言ってたし。うわ。根に持つタイプのおじさん、うん、そういうの嫌われるからやめといた方がいいよ、忘れたら忘れたで怒られ、うん、覚えてたら覚えてたで怒られるんですよ。そんな話は今してないけど、はい、あなただって嬉しいでしょ、可愛いって言われた方は。いや、別に嬉しくないですね。じゃあ何て言われたの。私やっぱイメージと違うとは言われてみたい。どういうことですか。いや、イメージ通りって言われるんですよ。テレビのまんまとか、うん、言うと思ったとか、またダジャレだったとか、大体悪口なんです。そんなことない。それはあなたの受け取り方で、ほら、裏表のなさがあなたの良さだから。いや、言いようによればね。でもやっぱ男はやっぱギャップって必要って言うんですよ。ギャップ？はい。丸さんにギャップなんかいりますかね。ギャップ欲しいです。ギャップさえあれば、人生ギャップ点満塁ホームランです。なんでそんなダジャレ言うの？思いついたから。これおじさんの悪い癖らしいんよ。なんで思いついたダジャレって言わなきゃ気が済まないんですよ。はあ、何これ。いや、そうなんです。やっぱりね、もう追い先短いから今言っとかないと一生言えないかもしれないという恐怖に苛まれる。そういうメカニズム知らんけど、だって今のダジャレなんか受けるなんて思ってないやろ。いや、でもどうしても言いたくなるんですよ。いやいやいや、言いたくなるじゃないよ。言ってくださいよ。そういうダジャレは可愛いおじさんには必要ないので、それはやめてくださいね。こことか あともう一個おじさんのダメなところ。おじさんって落ち着きがないんですって。一箇所でじっとしてられないって。あなたさっきからずっとそわ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 してるよ。これはしょうがないです。おじさんになると血流が悪くなります。多少動いとかないとエコノミー症候群みたいになるわけです。いや、かもしれんけど、漫才師って大体ここでビシッと立つじゃない。私は漫才師の前に一おじさんですから、これだけは、これを
賞をいただいて、これを何してんの、ちょっと漫才中にウォーキングしてるコンビなんか見たことないでしょ。いや、ザ・ボンチさんとかノリオヨシオさんとか動いてる。違う師匠たちは血流良くしようと思ってやってないの。いや、もう最高顧問も見てんだよ今日。ご理解していただけます、家庭の医学されてました。そんな問題しない、ご理解してください。ちょっと待って、漫才なんだからセンターマイクの前で寝たよ。私だけじゃない、あなたも同級生だから、本当に血流だけは気をつけたらいい。血流じっとしといても血流流すことはできますから。何これ、脇、脇ここを流すことはない。ここにリンパが届く。ラッションカチャ、リンパッションカチャ、ほら方言が出てきたよね。あんた見ていて、見ていて、してやって。漫才中にリンパ流しよるコンビなんか見たことある。なんだそんな大事か。いいんです。これ硬い。じゃあ俺もやっちゃうぜ。いい、俺はいい、いい、俺はいいよ。お前やめろって、やめろ。硬い硬い、これは硬い。漫才やろ、ちゃんとザ漫才ですよ。なんだリンパ流しちゃうって。いやいや、もう本当リンパが溜まってます。溜まってました。今ネタやりました。わかりました。じゃあその今のを踏まえて、はい、ちょっとご提案があるんですけど。何でしょう。保険を見直す。ないのよそのネタ。どうもありがとうございました。どうも、改めましてよろしくお願いいたします。いや、お願いします。どうもどうも、ね、おかげさんでね、最近はちょこちょこテレビなんかも出してもらになりましたけども、ありがとう。話もなかなかお金持ちにはなれない世界なんですよ。まあ吉本に所属している限りはね、ねえ、お金はたまらないですね。たまらないとか、お金に足りませんよね。お金が足りてないんです。足りてないですよ。あなた、はい、楽天カード持ってますか。急に急にどうしたの。今なら年会費無料、5000ポイントプレゼント。持ってません。持ってません。ムムムムじゃないよ。急に得意なモノマネやめなさい。おすすめします。さん前から思い言ったけどさ、はい、あなたがモノマネするまでカビラさんあんなにムムって言ってないよ。そうなの。なんだ向こうから近づいてくるって。新しいシステム。今や二人三脚でやらさせていただきます。ともどもお願いしたいですけど、ね、2016年でございますから、いろいろ新しいことに挑戦していかなきゃいけないですよね。それだと私ちょっと提案があるんですけど、うん、何でしょうか。これからね、うん、ちょっとおじさん向きのテレビ番組を制作したいなというのがあるんですよ。おじさん向き、はい、でもそんなニュースとかねたくさんあるじゃないですか。いやいや、世のお父さんがみんなニュースが好きと思ったら大間違いです。大間違い。幼稚なおじさんもいるんですよ。そうなんだ。だから朝の出勤前とかに気楽にね、うんうん、おじさんにしかわからないような番組があったら、もっとおじさんたちは喜んでくれるんじゃないかな。朝なんかねニュースと子供向けぐらいしかないから、僕もおじさんなんでそういうのあったら絶対見ますよ。じゃあぜひ見せてください。やりますか。お願いします。7時15分、7時15分何してんの。上は150、下は92。塩分は控えようぜ。血圧測って始まるのね。さあ始まりましたけども、はい、まずはおじさん向けに頭の体操からいきましょう。お、朝っぽいね。今から流れてくるお刺身に上手に調味料を合わせてください。醤油かな、ポン酢かな、いってみよう。マグロ、あら来た、マグロ、マグロが来た、醤油、うん、醤油、いいね、イカ、イカ、イカ、醤油、うん、醤油でしょうね。ヒラメ、ヒラメ、ヒラメ、ポン酢、うん、ポン酢、素晴らしい、はい、じゃあステップアップしますよ。今から次の、うん、調味料の上に薬味を合わせてください、うん、わさびかな、生姜かな、いくよ。マグロ、またマグロ来た、マグロ、醤油、わさび、イカ、イカ、醤油、わさび、函館の方は生姜らしい場合、ヒラメ、ヒラメ、ポン酢、もみじおろし、細いネギも合う場合、しめさば、しめさば、ごめんなさい、このコーナーの趣旨がわからない。え、何がどうなったら正解なの。正解とかございません。ない。ただ一つのご提案をしてるだけです。ああその手があったかと思っていただければ結構です。あ、そうなの。そうです、アドバイスだけです。あ、すいません勘違いしておりました。はい、じゃあもう時間がないんで最後のコーナーいきましょう。最後のコーナーはパジャマでお邪魔のコーナーです。パジャマでお邪魔。今日は上手に着替えることができるかな。ごめんなさい、出てくるのおじさんですよね。おじさんみんな着替えられると思うよ。今日は長崎県佐世保市の和夫さん、はい、50歳。51歳、着替えられない。チャレンジです。チャレンジ。それではミュージックスタート。私がやるの。パッ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 パジャマジャマじゃ、ただいま。パッパッパジャマジャマ、あーヨータ、最後のちゃんぽんが効いた。あー食べんときゃよかったのちゃんぽん。よし着替える、あー着替える、
よし、あら、パパあら、パチャパチャ、これがないぜこれがない、あら、これ、よーい、おい、これがないぜ、よーい、そんな、女房昨日から実家だよし、このまま寝よう。花丸さん、花丸さん、はい、この番組、僕は見ますありがとう。ベストワンネタを披露、よろしくでーす。よろたろでーす。あのイグジットっぽくやってるつもりかもしれませんけど、動きが最後コントユートピアなのね。昭和のレジェンドだから。ごもっともだ。もう我々無理しちゃダメ。無理しちゃダメ。ただ先日、はい、アカデミー賞が発表になりました。なりましたね。よかったですね。うん、タイタニック。タイタニック。いや我々にとって先日は25年前まで含まれますよ、ね、そこはご了承ください。タイタニックいい映画でしたよ、ね、ただあれディカプリオがすごいフューチャーされてまして、はいはい、いろんな家族が乗ってたんです。もちろんもちろん、そういった家族にもね、やっぱスポットライトを浴びてほしいな、うん、浴びさせてほしいな、おっしゃる通りだと思います、はい、そこでお届けしましょう、うん、タイタニック2020、もしあの船に博多の親子が乗っていたらお父さん、お父さん、せがれせがれっていう呼び方もどうかと思うけど、ひらがれ、お父さん、とうとう来たな今日の日が。今日はお船乗るよね。ゾバイ船どれ、船どれ、これは黒い壁と思ったら大間違い。ほう、これが豪華客船タイタニック号隊。すごいなお父さん、これ乗ってどこ行くと。アメリカだよ。やった、行こう、ゴーとアメリカ、アメリカイエーイお前ダメぜ。何、お前途中佐賀の呼子で降ろすからなんでなんで俺佐賀の呼子で降ろされるの。クジラのジーラで追っかけてこい。ごめんごめん、クジラのジーラはあれ湾内しか行かない遊覧船だからうん、あれ乗ってもアメリカ行かれんって。嘘だ嘘で嘘つかんでよ、そんなもう早乗ら、早乗ら、早乗ら、じゃあお父さんロープ引っ張っとるけ、うんうん、まずあの釣り道具と、うんうん、それが先の。なんで漁船に変わっとんの漁船に乗るわけないよこの船。嘘だい、嘘ばっかり嘘つかんでよ、もうこれ以上テンションぶち上げたい。ぶち上げとかさっき覚えた単語ば言うなこのタラッタラップって呼ばれる、はいはい、この階段みたいなの乗ってきた、ね、なるなる、うわー広いな、豪華だな。どう、お父さん何これ、たくさん料理が並んどうよ。これはもう世界中の料理が並んでる、こうレストランで、うん、バイキング方式で好きなものを食べていい。何食べてもいいの、食べ放題。じゃあトロトロ、じゃあ俺このスパゲティと、ハンバーグと、ピザもらおう。もうお父さんも胃がもたれるやつばっかお父さんもなんか取った方がいいよ。お父さん、じゃあこの水炊きをもらおう。水炊き、はい、水炊き、そう、博多の水炊きなんか乗ってんの。世界中の料理が並んでるから博多の名物だって乗っとくさ。乗っとよね。じゃあ食べよう食べよう、はい、いただきます。あら、これが何、柚子胡椒がない。別に柚子胡椒じゃなくても、水炊きに柚子胡椒がなかったらお前ポン酢がないとばい。いや知らんしね、ちょっとやめてって。柚子胡椒がない、ちょっと店員さん呼ぶのやめてよ。ないと、柚子胡椒ないと、ない場合もあるたい。我慢しよう、我慢しよう。七味でよか、七味、七味ないとないと、七味。お父さんみんな見よるからやめ、もうよかった、世界共通、鷹の爪でよか、ね、鷹ないとじゃあお前ペペロンチーノとかやって作れよとだない、お前どうせアルバイトやろうが、アルバイトじゃ話にならん、料理長連れてきなさい、料理長、焦げの帽子の料理長だろうが。いや、やめてって、もうみんな見よるけん、もう恥ずかしいよ。いや、言うべき時は言われへんかんと。お父さんと外でご飯食べるの嫌なんよ俺。もうお腹いっぱい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。じゃあもう外出てみろ。あ、乾杯行こう、乾杯行こう。うわー、でも広いな海は。高いな、高いね、海高いね。お、広いの見て。何何、イルカさん。わー、イルカさんだ、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。アメリカ行ってきます。お、広いの見て。何何何、サメが。うわー、サメだ、怖い、上手だ、行ってきます。広いの見て。何何、カニ。なんで浮いとんの。これはお前振動圏だ。死んだカニ見せんなよ、この海堂々と。味噌がなくなったら浮くらしいぜ。なんなん、どこの状況だよ。違うよ、その、うん、あれ、お父さん何、向こうからなんか白いなんか大きな山みたいなのが近づいてくるよ。氷山帯、氷の山と書きます。いや字は聞いてないけど、うん、いや子供も言ったら、ちょっと待って、これぶつか、え、これ船にぶつかるんやないの。大丈夫、船の周りにタイヤがいっぱいついてる。漁船やないのよこれ。タイタン、いや違う、ぶつかる、ぶつかる。お父さん、なんで僕は板の上に乗っててお父さんは半分海に浸かってるの。この板は2人乗ったら沈むんよ。だからお前だけでも助けてやろうと思って。お父さん、でも寒くない？寒か、寒いよね。待って、子を助けるのは親の務めたい。 ありがとう、頑張ってね。あ、寒いな。今何時や。何時、今6時20分。20分過ぎた、過ぎた。ちょっと変わろう。なんで
今守るっつったやん。いや20分過ぎたらちょっと言い出そうと思っとった。言ってよ。ちょっとこれ子供やけ。一瞬ちょっとだけいけるかな。ちょっと待って、うん、あ冷たい冷たい冷たい。あお父さん俺無理か。入る前に回らない。風呂やないんよ。なんで前。あ冷たい。お父さん無理。俺が無理。早か早か。だってか一旦お父さんもぬくもり知ったからこれ冷たか。倍冷たい倍。いいけ父親の務めだろ。寒いよ。もし助かったら、うん、なんか美味しいもん食べ行きたいな。美味しいもん食べ行こう食べ行こう。何が食べたいか。今僕ロイヤルホストのハンバーグとか食べたいな。あそこはいかん。なんで柚子胡椒がない。持っていけよ。じゃあもう前柚子胡椒持っていけ。お父さんなんかピカ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 光、なんか光が光よ。救助艇ないか。救助艇はぁ、あ、いますよここに。あでも寒くて声が出ない。声出てない。指笛なるよな。教わってないもん。教わってないもん。お前覚えとけ。アメリカ行く前に。お父さんちょっと待って、あそこに笛持って浮かんとは警備員みたいな人がおるよ。あの笛を持って吹けば警備艇が気づいて助かるよ。俺映画で見たもん。あれそんなシーンあったな。あったよ。あそこまででもお父さん泳げる。お父さんじゃあ最後の力を振り絞ってあそこまで泳ぎたい。頼むよ。よし頑張って行くぞ。頑張ってガッパーン。なんでバタフライで行くん。平泳ぎでいいよ。そこノーブレス。なんでノーブレスのバタで行くん。頭おかしい。あたどうした。あっそらそうやろ。バタフライで行くけたい。あよりよりもし助かってアメリカ行ったら、うん、向こうの母さんによろしく。あお父さん。お父さんが見えなくなった。あ一人になった。こんなことなら船なんか乗らなきゃよかった。もうお父さん。ザバンザバン浅い。ザバ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 。お父さん膝立てしかない。そげなバカな。ありました。さかの皆さん、久方ぶりばい、バッテやらかい。せんでいいのよ。言っていいから、ほんま。受けたやん。受けたけどさ、九州以外じゃあんま受けないでしょ、バッテンさん。受けるやつしなさいよ。受けるやつ、はいはい。どうも、さかの皆さん、はじめまして。サッカー大好き、カビラ・ジェイです。似てますか。いいんです。いやいやいや。ワールドカップが終わって仕事がない。お金がない。浅漬けが買えない。買えます。ひもじひもじ。ちょっとこれあんたのモノマネを見に来たんじゃないんですか。あそうです。ちゃんとネタをやらなきゃいけない。ネタをやらなきゃ。頑張っていきますね。よろしくお願いいたします。いやちょっと待ってください。はいはい。しかなんでそんなにあんた標準語なん。いやだってオンエアバトルですから。ここ佐賀ばもっと九州男児よかろうもん。いや別にお前だけでいいやそんな。いやいやお前だいたい九州男児のくせにね、うん、なよなよすぎ。なんかプラ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 してさ、うん、なんか手がねなんかちょっと落ち着かんやろ。これは理由があるんですよ。俺人より手が長いんよ、うん、ほら手が長い。はいはい。だから置く場所がないんよ。そこを工夫するのがね、うん、お客さんの前に立つ前に立ってるわけですから、うん、じゃあ後ろに置くとほらそれはちょっと偉そうやね。ねえ、うんうん、じゃあ前持ってこうか。ちょっと下すぎる、ね、下なんですよこれ。これなんかスーパー銭湯の子供やね。お父さんだからもう今後はね長いの逆に利用しようと。ほうほうほう。だから右手を思いっきり左から出すの。こうあらまで左手をこう出そう。あらまこれで漫才よ。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。どうもどうも。まあ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 やっておりますけども、はい、違うやろ違うやろ違う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 。何ショットってお前が何ショットやった。気になろうもん。すいません。はいはい、すいません。やりますやります。もう普通にし、すいません。もうこうしてます。そうそうそう。こうして漫才をさせていただきますんで、はいはい、皆さんよろしくお願いいたします。いやちょっと待って待って、なんでそげん標準だけだけオンエアバトルやけんって言うやん。ここ佐賀とですね。お前バカにしとやん。いやいや違う、もっと九州弁で言っちゃなかろうか。お前だけでいいやん。じゃあはいはい、ミスターうまかっちゃん。はいはい。違う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 ね。だいたいなんか九州弁がなんか田舎ね方言だっていうのはこれね、はい、悪いな。僕 NHK だと思う。おお偉いとこ文句言うね。もっと九州弁バンバン放送したらいいんです。例えば硬いニュースとかね、はいはいはい、ああいうのも全部標準語でしょ、うん、あれ僕九州弁でもやるべきだと思いますね。あのできんの。できますね。九州以外の人に伝えないかんのよ。僕は伝えることができます。ニュアンスで。マジで。はい。じゃあ俺標準語でニュースキャスターやるから、はい、お前じゃあ九州弁でニュースキャスターやらさせてください。はい、いきますよ、はいはい、まず最初のニュースです。今日未明東京新宿歌舞伎町におきましてひき逃げ事件が発生しました。教区さん、何時か知らん。知らん。何時かわからんばってんが、ひき逃げ事故のありましたもんね。場所はね、東京都は新宿の歌舞伎町でございます。いえ、日本一の繁華街でございます。まあ、どんぐらい繁華街かと言いますとですね、まあ、中洲の5倍ですな。まあ、佐賀で言うと唐津の8倍。呼子の16倍あります。計算。明るさ、明るさ。皆さんも拍手してる場合じゃないですよ。なんだ呼子の16倍の明るさって。
分かりにくいん。分かりにくい、はい、ちょっと続けますよ、ニュース。続けて。ニュースを続けます。はいはい、聞かれたのは近くに住む無職の女性、67歳。幸い、怪我もなく無事でした。被害に遭ったとはですね、その近くで住んでおります、馬場さんでございます。その馬場さんはですね、働きおりません。ボサーっとしとけ、事故に遭うと。これ、ボサーっとしとけ、事故に遭ったばってんね。これ聞いて、これピンピンしとる。元気に晩飯から食べよう。家族がちょっとがっかりしとけ。内容と、家族ががっかりとか言うなよ。いや、これ事実を伝えるのは報道です。偉そうに言うな。はい。もうやめよう、事故のニュースだ。まあ、事故はちょっと難しい、ね。ほのぼのニュースだ。ほのぼの。ほのぼのしたニュースが届きました。はいはい、東京のたまちゃん、つるちゃんに続いて、なんと福岡の筑後川でアザラシらしきものを見たと、地域住民の方からの情報です。見つかるといいですね。さあ、それでは次のニュース。東京で話題になっております、たまちゃん、つるちゃんのアザラシでございますが、福岡県の筑後川で、アザラシらしき、ものを見たという目撃がありますが、便乗でございましょうな。言うとくば、福岡の筑後川にアザラシやら、おるわけなかろうもん。バカ人。そらね、多分、福岡来い。ちょっと。はい。どっちでもいいやん。夢壊すなよ。何よ、不当か来いって。事実を伝えるのは報道ですよ。すぐに言うなって。はい、もうやめますね。じゃあ、スポーツいきますね。さあ、続いて、スポーツの結果です。プロ野球、はい、巨人対ヤクルトは2対1で巨人が勝ちました。竹内はご覧のような結果です。さあ、それではスポーツいきましょうかね。野球担当は山田記者でございます。山田記者。どげんやったな。やりましたばい。以上です、スポーツ。何が大映画やろ、もう。大映画やりましたばいじゃわからんねん。まあ、勝ったってことは、ニュアンスですから。じゃあ負けた時は何て言うんですか。やり損ないましたばい。4面やり損なうとか、はいはい。もう最後サッカーいきますね。さあ続いてサッカーです。J リーグ、J1 はこのように、そして J2 はこのような結果になりました。さあそれではサッカーいきましょう。サッカー担当はカビラ記者でございます。カビラ記者。どげんやったな。J リーグの結果、焦げな風になったとばい。無理やりやん。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。どうもどうも、改めまして、花村大吉です。お願いします。ちょっとご相談があるんですけど。何でしょうか。今後、うん、怒られたくないと言いますと。いや、私来年でもう50歳になるんですよ、うんうんうん、だから、うん、もうできれば怒られたくもないし、はいはいはい、謝ったりしたくないんですまあまあね、今年1年たくさんの芸能人がなんか謝ってましたけども、はい、でもほら悪いことしないと怒られることもないですよ、はい、もちろんやましいこととかないんですけども、うん、今やちょっとしたことで怒られる風潮があるじゃないですか。まあまあすぐネットなんか炎上しますもんね、はあ、もう口癖のようにすいませんって言ってます。もうすぐすいません、うんうん、もう1000回以上すいませんって言ってます。もうすいままんですよ。後に違う違う違う、一個くらい映画があってすいませんがすいままんとかさ、そういうあの親父ギャグは今いらないですよ、うん、怒りましたよ。いや怒ってない、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 もう敏感になってしまう。敏感に、隣にいる者の務めとして今言っただけだから。いや、たまたまそこに岡村くんがいるから言うのもなんですが、はいはい、ちょっと物事を知らないだけで、うんうんうん、ぼーっと生きてんじゃねえよと怒鳴られる時代ですよ今はね。まあ確かにそういう番組あります、人気ありますよ。いやいやいや、もう叱られるにしてもね、もうちょっと言い方があると思うんです、うん、僕は、うん、だから私もちょっとその花ちゃんをやらさせていただきたい。花ちゃんを、はい、え、チコちゃんではなく花ちゃ ちゃん。そうするともうちょっと円滑に穏やかに終わるんじゃないかなと思います。やってくれんの、はい、じゃあ僕が岡村君の役やるから、うん、ちょっと花ちゃん見せてよ。いいですか。じゃあこっちから出てこい、はい、出てこい、いきますよ。じゃあ手つないで、はい、はい、花ちゃんです。花ちゃんです。永遠の50歳、血圧は上が150、下は110、塩分控えめどうもどうも。ねえねえ、吉岡本名で呼ばれるのね。なあに花ちゃん、この中で、うん、おでんが似合う素敵な男性って誰？あの僕しかいないんで僕でいいかな。僕です。じゃあ吉岡、はい、おでんで、うん、好きな具材って何？好きな具材、うん、まあ普通に大根。大根ね、こんにゃく。こんにゃく、牛すじ。牛すじよう食べてるもんね。もち巾着、うん、厚揚げは？厚揚げはあんまり、あれば食べる。でも卵いる。あ、卵食べる、忘れてた。卵偽るタイプ。偽るタイプ最初の方、それとも最後。いや、食べる時にパッと割って食べる時に割って。花ちゃんは最初に割って溶かすタイプ。お出汁にこうバーッと黄色くこう木並みで溶かす。ただ途中から入れたからしとの区別がつかない。どこまでが卵でどこまでがからしか、これがもうこの冬一番の悩み。舐めたら分かるけどね、舐めたら。花ちゃんごめんなさい、そろそろ本題に移ってもらっていいかな。ちょっと長いかなと思っただけで。大人同士がね、こう分かり合えるのはこれぐらいお時間がかかる。あ、
そう、しっかり人となりが分かってからいろいろ何も知らずにネットで P じゃないのよ、うん、あ、分かった分かった、これぐらい時間がかかるの、コミュニケーション取ってからやってくれるってことね、申し訳ない、じゃあそれ踏まえて、それ踏まえて、じゃあもう一回、もう一回出てきましょう、最初からね、はいはいはい、いきますよ、はい、タララ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 ラ花ちゃんです、花ちゃんです、永遠の50歳、愛読書はゴルフダイジェスト渋いですね花ちゃんは、ねえ、ねえ、吉岡、何花ちゃん、おでんを食べるときに一番必要なものって何、うん、必要なもの、うん、からし、からしね、さっき言ってたよからし、うん、からしはどこにつけるタイプ、うん、僕はね、お皿のヘリにこう塗って、うん、その都度具材をこうつけるタイプ、あ、うん、そのタイプ、だ、大根がからしを迎えに行く、あ、なるほどなるほど、うんうん、花ちゃんは素材の上に乗せるタイプ、乗せるの、そう、花ちゃんは決まってて厚揚げの上に乗せる、厚揚げの上、厚揚げの上、どこに乗せるの、乗せるって言っても、あの頂点じゃないよ、何頂点、厚揚げってほら三角になってここじゃない、おうおう、ここじゃなくてこう斜面になってるところね、はいはいはい、の上の方、上の方、スキー場でいうとリフトで上がる最上級者とか結構上の方から、そう、そこにからしをどんどん乗っけると重力でじわっと落ちてくるから、あ、そうなの、ただモーグルみたいになるよ、テコボコになってじわっと溶けて、でもね花ちゃん、うん、最初に卵溶いてるタイプだから、うんうん、どこまでが卵でどこまでがからしかよ、うん、さっき舐めたら分かるけどね、うん、2回目、今日2回目だけど、うん、だからからしでしょ、からしが一番必要、からしだけ、え、何のためにおでん食べんの、何のために、うん、お腹すいた、お腹すいたから、飲みに来た、ビール、ビール、花ちゃんも最初はね、花ちゃん最初はね、ビール、ビール、ビール、最初はね、最初はね、え、後に、後に、芋焼酎、芋焼酎、水あり、水あり、水あり、吉岡はね、吉岡はね、ソーダ割り、花ちゃんはね、ソーダ割りで終わり、で終わらない、終わる、冬よ、冬、芋のお湯割り、お湯割り、かーん、体冷やす、日本酒、日本酒、熱燗、熱燗、おでん熱々、ぬるか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 、誘ってんじゃねえよ。誘ってんじゃねえよ。こっちの都合も聞かずに誘ってんじゃねえよ。いや、誘ったつもりはないけど。今こそ日本国民に問う。VTR 入った。おでんを食べるときに一番必要なものも知らずに、やれコンビニのレジでお金払うとき思わずおでん買っちゃうよねだとか。おでんにトマト？ない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 だとか、間違った知識でおでんを楽しむ国民の多いこと、しかし花ちゃんは知っています、おでんを楽しむために一番必要なものはでーん、気の合う仲間、ででーんででーんじゃなくて、何今、花ちゃんは50歳なのによくそんなことしてるね、専門家が出てきたけど、ちなみに気の合う仲間とは旅行に行っても楽しいよ、ででん違う違う、ででんじゃないのよ、違う違う、これを足すと意外に美味しいよとか、これ足すと栄養が取れるよとか、そういうのが欲しくて、気の合う仲間とかそんな情報いらないですよ、はい、怒った、いや怒ってないし、花ちゃんすねる、すねない、花ちゃん帰らないで、博多に帰る、博多まで帰らないで、ちょっと違う違う、そんなことない、あ、そう、うん、じゃあ教えて、はい、吉岡、ん、吉岡にとって気の合う仲間とは誰、気の合う仲間、うん、じゃあそれはもちろん花ちゃんだよ、ん、花ちゃんから、ん、うん、花ちゃんは気の合う仲間だよ、お、じゃあもう行こうよ、この後打ち上げ兼ねておでん食べ行こう、一緒に食べ行こう、ででん、パンクブーブークロセット、でん、戦略がある、断ってんじゃねえよどうもありがとうございました。20代の頃頼りにしていたベッドでございます、どうぞよろしくお願いいたします、足どうしたわけなんですか、あのちょっと前にですね、あの高いところから飛んでくる女子プロレスラーを受け止めるっていう仕事がありまして、それでちょっと負傷いたしました。どんな仕事ですかね。まあもう治りかけてるんで、でも大丈夫でございますけど、ね、横から出て行ってもいいですよね。マストじゃないんだ、せっかくですからやらせてもらえない。でも僕の足よりも気になるのはあなたの髪型だと思いますよ、はい、急に丸坊主どうしました、どうしたんですか、お気づきですか、ね、気づきますよ、これは千鳥の大悟くんに憧れます、そうです、後輩に憧れて、憧れます、はい、何してんの、炙った明太子でそのままドゥーズ、どこにじゃない普通にうまいもん出していくんじゃない、ただの明太子やないか、今ね、遊んでる場合じゃないですよね、そんな僕らですけどもね、今年でなんと結成27年ということで、長いだけですよ、ただ長いだけですよ、本当、ね、一口27年しても本当に長いですよね、はい、長いですよ、考えてみてください、この27年前ね、はいはい、当時35歳やった人がもう62やから、ね、
長い。違う。おかしくない？普通当時生まれた子が今27歳で A やん。何当時35か62。そんな中途半端なこと言われました。お言葉ですが、当時生まれた子に思い入れがないもん。思い入れがない。しかし、当時バリバリ働いていた35歳の方が、うんうん、最近見らんですね。あ、もう定年ですか。道理で、の方が時の流れを感じませんか。感じる。確かに感じるけど、ちょっと切なくなるからやめてもらっていい？その例え ね。まあそんなこでね、まあいろんな仕事もね、いただけるようになりましたけども。そう、だからやっぱキャリアを積んだ分、やっぱそれなりの、やっぱり、なんかスキルというのは必要だと思うんです、はい。いろいろ必要になってくるでしょうね。そこでちょっとご相談があるんですけども。うん、何でしょうか。万歳三唱を極めたい。いや、いつも似たようなこと言ってない。はぁ、そうですね、なんか乾杯の温度がどうのとかさ、締めの挨拶がどうのとか、なんなん万歳三唱極めたい、皆まで言うな、全部言ったよ、なんなん万歳三唱、今までのやつは単体、うん、私事でございますが、うん、万歳三唱というのは相手があってのものです、うん、相手が、いわゆるコール&レスポンス、万歳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 と、万歳三唱というのは実は万歳六唱なわけです。まあまあ確かにそうね、言われてみれば。そうでしょ、うんうん、いかに会場を一つにするか、これは万歳やる側の力の見せ所というか、ね、なるほど。でもなんとなくもうみんななんかニュアンスでうまいこと合ってるんじゃないの。そうですか。じゃあちょっと温度取ってもらえる、一回やらさせてもらっていいですか。うん、合うと思うよ。じゃあ行きましょう。それではですね、演芸グランドスラムですね、うん、今後の発展を祝しまして、ご唱和ください。はい、万歳万歳万歳。遅くない？違う、花丸さん違う、早いよ。何が早すぎない、今の万歳。いや早いよ、今日日、今日日、もう若い子ばっかりやから。あ、今日はそうですよ、若いお客さん多いなと思ったらスピード上げます、それは万歳奏者として。万歳奏者、万歳奏者です。え、温度取る人のこと万歳奏者って。そらそうですよ、私がもう指揮してるもんですから。あ、はい、俺こんなスピードで来ると思わなかった。一回ちょっとノーマルのやつやろ、僕が奏者になる、僕が温度取るから、 あなたがやるのを私が合わすってことね。そうそう、それで一回ちょっとまあニュアンス感じましょう。行きましょうか、はい、では、演芸グランドスライムの発展を祝しましてご唱和ください。バザーイバザーイバザーイ。遅い、早いって。遅い、いやでも後半なんなら抜いてたよ今。うん、うんってなんだ。いや抜いていいんや。は、むしろ抜かれたいん。抜かれたい。そらそうですよ。抜いていいし、むしろ抜かれたいよ、奏者としては。え、抜いていいの？会場が盛り上がった証拠じゃないです。コール&レスポンス。よくコンサート行ってもね、アーティストよりも先にお客さんの方がその歌詞知ってるから歌ってるっていうパターンあるでしょ。あるあるある。それはいかに盛り上がってるかってことですよ。抜いていいのね。抜かれるほどの喜びはないですよ。あ、そうなの。私としては。でもほら、僕ね、手が長くて、このなんていうの、スピードが出ないのよ、ね。確かに大回りですもんね、あなたは。そう。近道作りましょう。近道？こっからやってください。え、こっからいいの？こっから来る。こっからこれでいいの？本当に。もうあなただけですよ。こんな近い。あなたのためにバイパス通しましたから。ここのバイパス。そうです。あ、ありがとうございます。ここから行ったらもう行けるから。なるほど、ね。これでも追い抜くつもりで行きますよ。お願いします。行きますよ。それでは、演芸グランドスラム、今後との発展を尽くしまして、はい、ご唱和ください。行きましょう。バザーイバザーイバザーイ。こういう、こういうこともね。そんなショートカップある？せっかくのバイパスでも追いつけないよ。何このショートカット。ベテランはこの道も知ってますから。ごめんなさい。言うてもらわんとわからん。それはわからん。いやでもね、本当の万歳三唱、うん、一番美しいと言われてるのは、はい、実は万歳五唱なわけですよ。五唱？はい。だから万歳万歳、うん、万歳万歳、うん、せーの万歳みたいな。最後も合わせる。最後はそのまま。なるほどなるほど。一つになるという。これが一番いいんです。うん、だからもうあなた、うん、はい、一回目と二回目の万歳捨ててください。捨てていいの？3に合わせてください、私の。最後だけ集中すればいい。そう。じゃあもう、それやったらできると思う。できるでしょ。できる、頑張る。1、2は捨てていいから。捨てていいね。じゃあ行きますよ。声だけいくぜ。それでは、演芸グランドスラムです。はい、今後との発展を尽くしまして、はい、ご唱和ください。行きましょう。バザーイバザーイバザーイ。違うよ。なんなん、そのフェイント。リズム狂ったやん、さっきと。いや、それ会場見てますから。ほら、ピーンとこう張り詰めた空気を、ね、長渕剛の幸せになれの、なれと。難しい。一緒だから。一緒だからって言われても、どこ見ていいか分からない、それやったら。ヒント与えましょう。何？ここですよ。え？手首。ここ見ていいの？ここに、もう万歳する前に、ピクってこう筋が。もう、そう、もう。これ見ていい？これ見た、朝だけばい。ごめんなさい、ありがとうございます、お気遣い。見ててね。ここだけ見て。ここだけ見てた。もう一問にも捨てて、ここだけ。ここだけ。いいですか？はい、行こう。
それでは行きましょう、はい、今後の発展を祝しまして、ええ、ご賞味ください。行きましょう。バザーン、バザーン、バザーン。ずるいや、ずるいや、ずるいや、急に角度変えるのはずるいや。お子さんいたから。え、お子さんが、お子さんがいたから、お子さんがここ見れないでしょう。むちゃくちゃや。なんなん、360度とか。いや、これはじゃあ向き合ってやる。え、向き合ってやれば合うんじゃないの、こうやって。万歳三唱、うん、これでやろうよ。本当に前代未聞ですよ。いや、いいじゃない、これしか合う方法。ピンクレディーやないとばい。じゃないんだ。しょうがない、これしか合わないから。合うね、これで合わせよう。もうほんの一回だけよ、一回だけやりましょう。もう本当僕も恥ずかしいから。それでは、はい、演芸グランドスラム、はいはい、今後との発展を祝しまして、うん、はい、ご賞味ください。ましょう。バザーン。はい、ジャンガ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 。ダメだ、ダメだ、本当ダメ。ありました。ちょっとご相談があるんですけど。ご相談何でしょう。万歳より先に漫才ちゃんとしよう。ごもっとも。2014年ザ・漫才優勝することができました。どうもありがとうございます。すいません、ただ嬉しい話なんですけど、はい、ちょっと困ったこともありましてね、優勝したらいろんな人に言われるんですよ、うん、まあ、後輩からはおごってくれとか、まあ今に始まったことじゃないですけど、友達からちょっとお金貸してくれないかとか、あ、そう、うん、急にお母さんから電話があってね、そろそろ実家をリフォームしたいんだみたいなこと言われる。話大きくなりました、うん、ただザ・漫才で優勝しても賞金とかもらえないんですよね。そうなんです、ね、あの皆さんご存知の通り、優勝してもらえるものはどん兵衛10年分ですから。どん兵衛でね、なかなかリフォームはできません。いや、まあちょっと雨風でしのげないと思います、ね、だからね、お金がないのにお金があると思われて来られるのがちょっと辛いですよね。ないんですか。お金がないというか、お金は足りませんよ。お金が足らない。足らないですよ。あなた、はい、楽天カード持ってますか。急にどうした。今なら年間に無料5000ポイントプレゼント。今スマホかパソコンで簡単に入会できるんです。ね、持ってません。持ってむむむむじゃないの。急に得意なモノマネやめなさいよ。ていうか坊主頭にやってるから、前ほどあんまり似てもないですよ。そうですよ、それは本当に。ちょっと髪の毛とレパートリーを失いつつありますよ ね、 あなたね、モノマネのレパートリー多分ですね、少ないん で、 そうなんです。もう一つの方も確認しておこうかな。このモノマネはどうでしょうか、はい、小玉清さん。アタック25司会の小玉清です。大丈夫かな。問題です、はい、楽天カード持ってますか。いつまでいいよ。持ってません。結構。結構って何。どういうことなんですか。大丈夫ですよ、これ。このものまだ大丈夫です。何よりでございますな。でもね、本当にね、まあ、チャンピオンで賞がいただいたんでね、はい、これからも皆さんの見る目も変わりますから。まあ、進化を問われますからね。ですよね。だからさ、はい、なんかいろんなことに挑戦するべきだと思うんですけど。あ、いいじゃないですか。なんか頭野さん、挑戦したいことあります。私ですね。はい。YouTuber になる。うん、ダメ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 。ダメダメダメ。それザ・漫才でやったネタですよ。下の根も乾かぬうちにとはこのことですよ。好評だと聞いたんで。いや、かもしれんけど、はい、もうこのネタそれこそ YouTube にいっぱい上がってるか ら、 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 ら、もうみんな見てるから YouTuber 以外でお願いします。あ、そうですか、はい、私、うん、ゆるキャラになった。はい、ゆるキャラ、うん、何なんて。いや、テレビ見てたら全国各地にゆるキャラがいて、うんうん、なんだったらお笑い芸人さんよりもなんか人気があるって聞いたんですよ。人気あるし、はい、お金もなんか儲かるみたいな話聞いてた。そうでしょ。ゆるキャラになるの、はい、え、何になるの。私はやっぱりハナッシーになりますね。私なんで、はい、それフナッシーみたいなもんだと思って考えて、まあ、差し支えないですよ。はい、フナッシーはね、千葉県船橋の非公認キャラクターですよ。ハナッシーはもう福岡市の公認中の公認でございます。公認、まあ、市役所とはズブズブの関係でございます。ズブッシーと呼んでいただいても差し支えない。使える使える使える。まだハナッシーが浸透してないから、はい、あ、そうです。俺急にズブッシーなんか呼べない。なるほどなるほど。え、なんだ、フナッシーはね、梨の妖精ですよ。はい、ハナッシーは個人事業主です。まあ青色申告の妖精とでもおっしゃるね。はい、確定申告いきますからね。はい、フナッシーはね、特技がジャンプと か、 なんかダンスとかあります。なるほど。ハナッシーは特技は、まあ、見積もりと入札ですね。はい、なんやろね、フナッシーのね、決めているのはナシールブッシャーよ。あ、そう。フナッシーは公共事業受注バンジャーン。ダメ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 。ダメダメ。子供意味がわからんし。あ、そう。親は眉潜めるよ、それ。なんだ。フナッシーはやめといた方がいいと思うよ。あ、そう。うん。じゃあ、ハナモンかな。ハナモン、ハナモン。それはクマモンみたいなもんだと思っていい。差し支えないですよ。はい。クマモンはね、熊本県の PR キャラクターですよ。ハナモンはやっぱ福岡県ですか。いやいや。何？あの、居酒屋チェーンの花の舞のマスコットキャラクター。花の舞の、はい、え、それはみんな向こう知ってんの。いや、非公認です。そこ非公認。ぜひお願いします。花の舞迷惑しない。いずれです、いずれ言おうと思って、はい、大丈夫大丈夫です。え、熊門は可愛いですよね、うん、赤いほっぺが特徴ですけど、はい、花門は、花門は素顔です、うん、基本は基本素顔。ただ鼻の頭がちょっと赤いです。それただの酔っ払いじゃない。
大丈夫？かわいいっす。かわいい？はい、ちゃんと活動できる？いや、それはもうお客さんのテーブル回ってね。やっぱりいろいろこう、やっぱ愛想振りまいたりする。なるほど。じゃあちょっとそのシーンだけ見せてください。あ、そうですか。はい、いや、どうもだ。あ、花もんか。いや、いや、そうですか。え、何がですか？え、ちょっと。あ、お客さんの言う通り。うん、これは芋じゃなくて麦ですば。意味がわからん。ありがとうございます。続いて花丸でございます。ちょっと相談ございまして、うん、何でしょう何でしょう、ね、まあ、こちら見て分かる通りね、本当に我々九州からやってまいりました、はい、ちょっと待ってください。何は見て分かる通りどういう意味なんですか。みんなから言われるやん、東京来たら九州顔九州顔って。いや本当言われるんですよ、九州顔。ほら九州顔とは何ぞや。なのであんたみたいな顔を九州顔って言えない。いやいや、どこが九州顔。いや、どこ撮っても九州っぽいやん。なんなん、じゃあ何ですか、こう出っ張ったとこはこの熊本の阿蘇山なんで。阿蘇山なん。そこは有明海で。いやいやいや、沖縄ここってことですか。いつまでいいよんかってね。衛星から見た九州に似てますんじゃなくて、どういう、お前みたいななんかパーツ一個一個がくどいっていうかね、うん、な主張しすぎっていうか、うん、はっきり言えばお前目がでかすぎるって、うん、はぁ、あ、向いたいかんって。小さいって隠し派やねん。ねえ、そんな言いながらね、九州でいつまでやってますけど、やってますが、やっぱね、東京にはまあ昔から憧れてましたよ。昔から、いや、もう小さい頃から憧れとったよ。おお、やっぱり一回でいいからね、やっぱね、上野動物園とかね、やっぱ、ああ、ね、やっぱ九州にいない動物がいるんでしょ。そうそこでお届けましょう。もし博多の親子が上野動物園にやってきたら、せがれー、せがれどーん、お父さん。はい、今日どこ。ここは東京都にあります上野動物園です。ああ、広いね。広かろうが。お父さん、福岡におらん動物いっぱいおると。おるもんね。やっぱりいっぱい見ていっぱい見て。よかろうもん。お父さん、張り切りすぎって。なんかテンション上がろうもん。お父さん、うん、あそこにキリンがおるよ。うわー、太いね。福岡で見るよりなんかでかいね。なんか、うん、六本木ヒルズのことはね。無理やり言わんでいいよ。あ、うん、あそこにゾウがあるよ。お父さん、うわ、やっぱ福岡で見るより違うね、でかいね。六本木ヒルズのことはね。何回言うん。大きいって表現しか知らんの。あ、お父さん、あそこチンパンジーがおるよ。いや、チンパンジー見に行こう。うわぁ、お父さん知っと。何、チンパンジーってね、ものすごい頭がいいんばい。あ、そうや。人間とね、遺伝子が2つしか変わらんって。だってあんま賢そうに見えんな。賢いもん。だってお前みんなの前ですっぽんぽんやないか。いや、そりゃそうやけど。裸ってことは知恵のない証拠やないか。あ、指さしてかダメだ、ほら。うえ、何や今の。ダメって、チンパンジー賢いけん、フンとか投げてくるとって。賢いやつがフンやら投げるもんか、お前。賢いけん、フン投げてくっちゃろ、もう。ならお前、東大生みんなうんこまみれやないか、お前。どんな理論なん、それ。投げるっちゃろ、お前。そんなんやないよ、もう。だいたいそれ、用もないか。用物？どうせなら、日本猿見に行くわ、日本猿。日本猿って、あ、猿山行こうか。そうそう。わわわ。いっぱいおるよ、お猿さんが。すごいな、この猿山。ねえ。これいいや、これね、人間と一緒でな。うん、これね、社会の縮図になっとる。見たことあるよ、俺。おう、もう大体わかるよ、俺だって。もう、あ、そうや、うん。じゃあ、ほら、あの、なんか、あそこにポツンと一匹おるやんか。あいつ、うん、あれなん、あれだけ群れと馴染みきらんちゃろ、だけ引きこもりの予備校生みたいなもんや。あ、そうや。そうや。じゃあ、あそこで大の字寝とう、お猿さんは。あれ、昼間から寝とっちゃろ、うん、リストラされたサラリーマンや。じゃあ、赤ちゃん抱いたほら、母親の。あれ、でもどうせ誰の子か分からんちゃろ、うん、一人で子供育てをかわいそうなホステスって感じや。お前、暗いったお前。あ、お父さん書いてあるよ。パンダこっちだって書いてあるよ。あるやないや。行こう行こう行こう。パンダ。おい、ちょっと待ってお前。えらい行列やね、これ。何これ。みんなパンダ待っと、あ、なんか書いてある。え、パンダただいま4時間待ちげな。は？並ぼ。ちょっと待てよ。4時間いかん。なんで？ 2 時間後にはここ出らんと、お前、福岡に行く飛行機の時間に間に合わん。知らんよ、そんな。知らんやないの、まあ、それなんて福岡帰られんやないか。いやいや、パンダ見るもん、俺絶対。しょうがない、今日は諦めろ。諦めん、パンダ見て帰る。あっちにレッサーパンダがおるぜ。あれ、パンダやないもん、あれ。パンダってついたやない。あれ、タヌキやもん、絶対。違う。パンダってついたやない。あ、じゃあ、まあ、あっちシマウマがおるぜ。白と黒ってだけやん。でも、コントラストは一緒やろ。いや、もう知らんやん、ごまかせねえよ、そんなん。あっちにいたらライオンのメスがおるぜ。まあ、ライオンのメスとか、どうせならオス見せりいよ。もう、そんなん福岡でも見れろ、もう。嫌よ、俺、パンダ見るもん。しょうがないの、諦めだな。いや、もう、東京まで来たらパンダ見るもん。よし、諦めたらお前が欲しがっとったゲーム紅茶。え？あ、お前こうピコピコ欲しいんやろ。マジで？お前ついてろうか、お前。買ってくれるん？あ、こうボタン押したら水の中の輪っかがこう、いらんよ、そんなん。それ昔のあれやろ、もう水の中入っとってなんか押したら空気圧で輪っかび、もうめんどくさいよ、説明が。とにかくもう東京まで行きたい。パンダ見て帰らん、もう帰るもん。待つな、お前。いやよ、もうパンダ見るもん。ちょっと待って、冷静ならお父さん困るんよ。違うもん、だってお前これパンダ見てしまうやろ、うん、ほんとは飛行機の時間に間に合わんやろうが。飛行機の時間間に合ったらどうなるか、お前考えてみ。なあ、そしたらお父さん明日仕事に行けない。仕事に行けなかったら上司から怒られる。お父さんの給料が下がる。お前のお小遣いもなくなる。白の方が青に変わる。緑の方はもう一問だけご辛抱。3人で参りましょう。大事なアタックちゃん。何の話やん。ねえ。アタックちゃん。今関係ないやろ、アタック25は。今関係ないやろ、アタック25は。その通り、結構です。結構です。別に参加しないもん俺。さあ、白の方何番。いつから白なん俺。何番。うるさい、もう。何番。まあ、もう4番じゃ。
4番、うん、残念残念イエスノーマーク番組変わっとどうもありがとうございます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 ちょっと相談ございます、うん、何でしょう何でしょう最近、うん、乾杯の温度をお願いされることがあるんですが、ええ、いい乾杯の温度がないかなと思います、うんうん、あのごめんあの、はい、題材が渋すぎないいやだってほら普通相方に相談することって、はい、あの彼女が欲しいとかバイトがきついとかその辺が相場なんでね乾杯の温度って言われてもお言葉でございますがす、ねはいはいはい、私も結婚もしておりますもちろんもちろん女房子供を犠牲にしてまで彼女が欲しい、うん、心から笑えるでしょうか、うん、真面目ものすごい真面目なこの人私もう41歳でございます、まあ、同い年ですよこの年になってバイト始めました、うん、東京の店長と水が合わない、うん、なんて言いますかその時は福岡帰ろうって言うさだ我々ができる漫才にはもう制限があるわけ、うん、まあまあまあねでもそれがもう漫才20年以上やってきた証ですからはいはい、はい、言っとくけどみんなこうなるからな誰に言おうと誰にとりあえずアルコ&ピースに行ってやりましたよ、まあまあ、スタンバイしてますよ20年超えるとこうなるんですよ、はいはいはい、もうやるやろ乾杯なんか得意でしょいいでうん道見してじゃあ先日ながらあお願いしますお願いしますお願いしますスピーチとスカートは短い方がいいなのと申しますけどもいやー今日は晴れてよかったですな、うん、なんかあの予報雨と聞いておりましたけども、うん、ただ私毎週毎週ゴルフに出かけてますと玄関先でまたゴルフ行くとね女房の雷が落ちました我が家だけ土砂降りでございますバンバーイ、うんうんうんはい、これは俺のミスでもあるんだけど、はいはい、あのシチュエーションをよく聞いてなかったからどこ会場これゴルフ場のパーティー会場ですよ、うんはいはい、でもほら我が家は土砂降りだけでこんな自信満々にいけんのこれ大丈夫です大丈夫女房雷あたりで手応え感じてますそうなの、はい、ゴルファー笑ってるの笑ってます受けてるんだらいいと思いますよ、はいはい、じゃ次の会場行ってもいいですか俺も行きましょう行きましょうはいじゃあ僭越ながらお願いしますスピーチとスカートは短い方がいい申しますけどそちらの先生と私はですねもう付き合いは未来永劫というのをマニフェストにさせていただきたいと思いますなんですか私はマニフェスタというよりアスファルトの方が会社と、いえいそうなんですいや、そうですよですからですね、あちらの先生と私の絆はですねアスファルトよりも硬いんだということを乾杯ねえ、はい、お前の自信がわからないよいや、まずなんで選挙事務所のパーティー出とお言葉でございますが、私、はいはい、実家が土建屋でございます、ね、うん、知ってますよ、岡崎産業ですよねあ、うんうんうん、まあ、こういった癒着もなきにしもあらず、うん、そこは黙るそこは真意でいいですよ、はいはいはい、でマニフェストとアスファルトの掛け言葉一本勝負でこんないけんの、はいはい、大丈夫です建設関係の人が多いんでアスファルトというより鉄板でございますあそうですか受けてるないです受けてるないです大丈夫じゃあ次の会場次の会場行きましょう行きましょう行きましょう、はい、スピーチとスカートは短い方がいい長めのスカートが好きな私はどのようにごめんごめんずっと気になっとったけどさそのスピーチとスカートの下り何これは乾杯の温度の上等句上等句、はい、決まり文句決まり文句、うん、でもちょっと古いっすさ、はいはい、若干セクハラなんで、はいはいうん、そこやめません、まあうん、いやでもリズムがあるんですよねこういうなんかでは何々と申します残しでその前は時効の挨拶とか入れたあ上を変えるわけです、うん、上だけ変えるやろやろせいぜいお願いしますお願いします日本シリーズで落合監督が内川のバットに巻いたテーピングが長いんじゃないかなどと申しましたが、うん、花丸さんごめん一回グラスをこう一回グラスをこうあの提案があるんやけど、はいはい、九州から出ようか、うん、フジテレビここ偏りすぎです全国ネットですから、はい、もっと意識しよう九州から一回出よう一回出よう僭越だから行きましょうお願いしますおいでませ山口へと書いてあります近場で降りたな何で山口で降りたもっと来いよ遠門竹縄でございますが、はい、中締めさせていただきますもう終わるよありがとうございましたよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとご相談があるんですが、何でしょうか。保険を見直したい。ダメ。違う、はい。そんなネタないのよ。あれはコマーシャルで我々やらせてもらってるだけで。続きはないんですか。ないんです。今日はザ漫才でございますからね。漫才やりましょう。やりましょう。ねえ、でも1年ぶりのザ漫才でございますけど、はいはい、去年の今から考えたら本当信じられない世の中になりましたね。まあね。だってこの客席見てもさ、はい、こんなに間隔空けてみんなこんなマスクつけて見るなんて信じられないですよ。信じられないです。信じられない世の中になりました、本当に。ただ、大吉先生、はいはい、私もっと信じられないことがあるんですよ。何？本当に、うん。岡村くんは結婚したんですか、うん、疑うなよなんで小声で疑い出したの証拠がないよ証拠いやラジオで発表しましたよね、30代の一般女性と入籍しましたよ、はい、でいいじゃない別に自分で言ってますよね、うん、なんとでも言えるいやそんな言い方ないじゃない
違う違う、一般の方だから岡村君が言うしかないのよ、はいはい、それでいいじゃない。仲いいですよね、確か。まあ多少はね。お会いしたんですか。まだしてないですよ。うん、名前は。いや、わかんないですよ、一般の方だから。写真は。だから見たことないですよ。証拠。いや、だからいいや、一般の方やし、俺直接電話いただいたから、結婚したい入籍したい、岡村君から直接来たから。なんとでもいつまで続けるこの話。誰も見てないの。違うの。いや、確かにこれ奇跡的な話ではあるんですよ、はい、というのもね、僕ネットでね、とある結婚相談所さんのデータ見たんですけど、はい、50代の独身男性が30代の独身女性とお互い初婚同士で結婚できる確率、うん、これ驚きの 1% なんですって。ものすごい確率を彼は突破したわけですよ。大丈夫だな。だからここは素直に疑わずにおめでとうでいいと思いますよ、うん、改めまして言葉を借りて岡村君、うん、結婚おめでとうございます。ありがとうございます。まあでも、うん、よくできた話ですね。何が99だけに、うん、残り 1% が残っていたということですね。以上で終われないよ。スピーチと返させていただきます。何の時間か。どうもおめでとうございました。漫才ザ漫才なの。漫才やります、ね、岡村君の話もいいですけどね、はい、あともう一個言いたいのがね、やっぱ鬼滅の刃の大ブームじゃないですか。いや、ブームですね。だってもう、はいはい、まさかね、音体がもう来てらっしゃると思わなかったです。本当ですな、ね、でもああいうハロウィンでね、ちびっ子もたくさん来てましたね。あれ、あの主人公のかまど炭治郎なんですよね。炭治郎というぐらいから次男坊かな。次男坊、うん、いや、あの字がちょっと違いますけど、まあ、うん、兄貴は炭太郎かな。違うな。妹に禰豆子っていうのがいるんですよね。ネズミ年生まれでしょうね。仲間に猪之助っていうのがいて、ね、まあ猪之助もあるんですよ。根塚の一個下が、まあ、一回りちょっと違うっていうね。いつも出てる善逸っていうのが、はい、善逸、これややこしいのが江戸にもないからね。まあ、うん、じいさんの名前から一文字取って善逸かな、うん、善次郎かなんかね。どうやろ、あのさっきから愛の手が全部親戚のおじさんなの。何なのそのアプローチ。なんか聞いたんですけども、うん、中途半端な知識で、うん、鬼滅の刃を語るおじさんが一番嫌われるそうです、若者に。ああ、そうなの。だからやっぱ年相応に鬼滅の刃とこう接した方がいいな。ああ、そう、はい、でも本当に流行ってますからね、うん、みんな真似してるでしょ。例えば全集中、水の呼吸、一の型とか、はい、ああいうの入れたくならない。せいえずでございます。お湯どうぞどうぞ。全小中の呼吸。小中小中全部焼酎。これ、はい、え、水とか氷とか。もう割らない。割らない。もうなんなら常温。常温の焼酎。いや、危ない。全焼酎。行かせていただきます。大丈夫？これは芋の型ですね。芋焼酎ですかね。あー、すきっぱらに効いたなー、これ。なんかつまみでもくれーんげ。ママ、ママ。リサママ、つまみでもくれーんげ。くれーんげ。あのさ、はい、もう見てられない。流行る様子が見当たらないのよ。しょうがない、年相応のボケはもうこうなる、かもしれんけど、ああ、漫才師としてね、もうちょっと流行ったんがなんかギャグとかさ、うん、キャッチフレーズとか欲しくないですか。まあね、いや、今年で言うと、うん、ペコパの時を戻そうとか流行ったんよ、 ああいうのしたくないの。ただもう50歳になると分かるね。何が。時は戻らぬ。いや、戻らない。悔やんでも悔やんでも時は戻らぬ。タイムゴーズバイよ。受け入れよう。いや、じゃなくて、例えばほら、ミルクボーイのさ、うちのおかんがどうのとか、みんな真似してましたよ。ただ彼らにとってのおかんはおかんやけど、うん、俺にとってのおかんはもう妻よ。妻。いくつか、でも45歳ぐらいかな、妻のことをお母さんって呼ぶのは。はあ、だから彼らにとってのおかんは本当のおかんやけど、うん、僕にとってのおかんはもう妻よ。だいぶ客席を置いていってますけども、うん、ただ何を言ってるの。すれ違わない、すれ違わない。え、思い出せないとか。思い出せないもんね。ないの。お互いコーンフレークはコーンフレーク。あともう年近いから。ただ俺のとってのおかんはもう妻よ。聞いた聞いた聞いた、うん、じゃあこれはほら千鳥の癖がすごいとか。ああ、いいね。ああいうのやりたくないみたいね、はい、ただやっぱ50過ぎてのもう癖はね、うん、もうそういう人なのよ。そういう人。もう癖じゃない、もう治らんから。治らん。え、なんか言いたくなるよ、なんかあったら。癖がすごい。ああ、もう、まあ、あんま言ったらいかんのよ。言ったらいかんの。もうそういう人やから。違う違う、同世代もっとみんな頑張ってるって、例えば同い年のね、僕ら鉄腕のドモって知らないから、あの二人未だになんでだろう、なんでだろうって言って日本中ぐるぐる回りおるよ。だからあんま言ったらいかんのよ。そういう癖や。そういう癖じゃないのよ。あれネタなのよ。いやいやいや、海の中で昆布出しでないのなんでだろうってずっと言おうよ。みんなまあまあまあ50だからもう聞く身持たんのよ。聞く身持たん。何度も説明した。海水の水温じゃ出汁は出らんと。
でももう聞く耳持たんな50やからそうかわいそうやろかわいそうとか言うな鉄サンドともなんでこれから我々じゃこんなシリアスな漫才しかできないってこと、うん、まあそれは50だけに50-50かな、うん、99みたいに言うなと思いましたスモーズの部屋よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ちょっとご報告があるんですか。何でしょうか。五十肩になりました。五十肩。もう大事にとしか言いようがないけども。まあまあまあ、まあ。あの腕が上がらないとかそういうやつ。腕も上がらないんですが、まあこう前の動きはいいんですよ。はあ、はあ、こう後ろがね。ああそう。これがダメだ。いけないですよ。大変ね。ですからあの今後何かありましたら、うんはい、こうではなくてこうでお願いします。何があるんですか。もうこの時点で漫才どころじゃないよ。悪いことできないですね肩痛くて、うん、どういう理由、はい、でもなんかそういう日常生活で支障とかないの？いやあるんですよ後ろにこう手が回せない分ね、はい、ちょっと汚い話ですが、うんうん、お尻が拭けない、それは大変ねこうまでしか行かないですほうほうほう、はい、ですからお尻の方から迎えに行かないそうなの、はい、ちょっと可愛いけどただお尻を近づけると痛いから手が離れていくんですあそうなのこうほうほうほうどうなのこれイタチの追いかけっこみたいになるから思い切って反動でのこうですいやいや違う、はい、丸村さんそれだったら最初からこっちに吹けばいいじゃないごもっともごもっともじゃないのよ、はい、大丈夫いやいろいろ支障がありますよ、うん、でも漫才には大丈夫じゃないの、うんいやまあ、お笑い芸人としてね、うん、今までできていたことができなくなりますからなるほどそういうこともあんのあ、うん、コンビとして知っておきたいからか何ができて何ができなくなったの、まあ、だからこれはいけますよねほう、はい、これいけるんですよこれいけるただこれができるおっぱっぴーが無理なんだこういうなるほどなるほど分かる分かるこういけますよねこう、はい、ただこうこうがダメかこうがダメなんですって、はい、ただこれいきますよ命いいですね綺麗ですね炎か炎はダメなんだ花丸さんごめんなさい、はい、全部人のネタなのさ我々やらないのそれ何の問題もないのだから問題ない、はい、大丈夫ですか普通に漫才やっていただければ大丈夫ですよ、まあ、でもねやっぱりどうしても肩の可動域が少ないんで、うん、やっぱこの画角ぐらいにしかなっちゃいますねこう漫才がこの画角の漫才ちょっとこじんまりになっちゃいます、うん、どうしても、まあ、でもモニター見たらちゃんと上半身映ってますから、はい、まあテレビ的にはいいかもしれないです、ね、大丈夫だと思いますからね、はい、体に無理のないように漫才頑張りましょうすいませんご了承ください、はい、今年は何といってもね、はい、思い出といえば東京オリンピックじゃないですかね、はいまあ、無観客になりましたけども ね、まあ、開会式とか閉会式とか4年に1回でございます、いろんな問題がありましたけどもね、まあ、5年ぶりでしたけどね、うんまあ、自国開催ということで、はいはいまあ、次回はあのパリの方パリで自国開催ごめんなさいごめんなさい急にミスタービンが出てきてますよ何この動き、もじ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 ぴって。いやどうしてもこの価格で収める。いやいや愛の手というのは。漫才だから、はあはあ。同時進行で今やってたから。あのすべて私のセリフに合わせてくんない。そちらに合わせる。うん。ミスター B の愛の手は無理だめなさい。お願いしますよ。ではオリンピックの話ですよ、はいはい。いろんなことありましたからね。個人的に覚えてるのはね、やっぱ男子のサッカーかっこよかったですよね。サッカーね。はい、残念ながらメダルにはね届きませんでしたけども、シュートは決まりました。いいシュートがたくさん決まりましたしね。あとねあの女子のバスケット。ボールもすごかったですよね銀メダルを獲得しましたけどもスリーポイントシュートなんかねあんなに見事に決まるもんですね本当にねうふふじゃないのこんな漫才見たことないのよ何ここでピクトグラム動くやつやらなくていいのよ可動域がこうだから違う漫才だからビシッとやってればいいのじっとしといてじっとお言葉でございます、はい、あのお医者さんに言われたじっとしとくのが一番だもん固まっちゃうから五十肩のこと考えたら、そう。多少は動きたいの。なるだけ、はい。でもなんか漫才に邪魔にならないように動いてほしいな、まあ。だから手広げるっちゅうわけにもいかないですから、やっぱり肘は畳んでね。うん、まあこれぐらいはお願いします。これぐらいはやらさせてください。いやいや、それいずれトゥースが出てくるでしょ、それ。そうですか。うん、それオードリーいらっしゃるこういう人。春日くんみたいだからやめなさいよ。これぐらいはいいでしょ。これぐらい。いやいや、それいずれ衣装が赤のジャージになっちゃうでしょ。私ギター持たなきゃいけないでしょ。あ、そうですか。いらっしゃる。いらっしゃるじゃないの。鉄腕どもでしょ。みんな頑張ってですね。肩痛いのに。違うよ。肩が痛いからみんな無理やり動かしてるんじゃないんですよ。あなた。そうです。考えてみて、はい、我々のネタでそんなね肩動かすようなネタなかったよ。大丈夫ですかね。大丈夫よ。収まりますか。収まる収まる。例えば、はい、昔やってたあの乾杯の温度で。乾杯の温度やってました。あなたが乾杯のご発声やで。はいはいはい、あんなもん動きこんなもんやったから。あ、今でも。全然今でもできますよ。大丈夫ですか、うん。ちょっとやらさせていただいて。久しぶりにやりますか。はい、じゃあ乾杯の温度お願いいたします。誠意でございます。はい、乾杯。の温度を務めさせていただきます。行きましょう。スピーチとスカートは短い方がいい。うん、ダメ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 。ごめんごめん。長めのスカートが好きな私。今ダメなの。当時はギリギリいけたかもしれないけど、うん、今もうスカートが短い方はもうドセクハラですから。はい。
肩関係なく関係なく、これはコンプライアンス的にダメなんです。いろいろダメになってきましたね。はい、この部分抜いて乾杯の温度をお願いできますか。乾杯の温度を務めさせていただきます。はい、実は私事でございますが、うん、五十肩になりまして、腕が上がらない、給料が上がらない、家に帰れば妻に頭が上がらない。ただ上がってくるもんもあります。何？血圧でしょ、尿酸値でしょ、うん、ガンマ GTP の方は順調に上がっております。それではご唱和ください。乾杯。乾杯。おー、できた、できた、できた。うまいことできました。よかった、よかった。できるもんですね。うん、おかわり、あいたー。子供か。今年もよろしくお願いいたします。はい、新年早々です、はいはいはい、今年の目標というか、まあ、僕ら間違えずに行けたらいいな、なんてことですね。そうですね。ね、パチンコしすぎじゃないですか、ちょっと。ね、ただ本当にあんまり期待しないでくださいね、はい、あんまりね。いや、お客さんが今日若いんでね、はい、やっぱ僕らなんだかんででも結構ベテランなんですよ。まあ、キャリア積みました。今年で芸歴21年、はいはい、1990年デビューでございまして、ね、同期誰だと思います？誰ですかね。スーパーファミコンと。なんて比べようの。皆さん笑わないと思いますけどね。人様と比べてください。ただね、これから夏でございますからね、やっぱお盆なんかやっぱ東京の方もどうなんですかね、やっぱ、はい、里帰りするんですか。大体基本的にはばあちゃん家に帰るみたいなのがね、九州の定番ですけども、まあ、そうですね、やっぱみんなばあちゃん家に帰るんですかね。どうですか、どうなんでしょうかね。おばあちゃん家、まあ帰ると思いますけどもね。ただ、うん、あなたおばあちゃん家、おばあちゃん家ってずっと言ってますけど、ええ、本当はおじいちゃん家ですよね。うん、まあどうでもいいんじゃないかな、そこは。家主は、うん、かもしれんけども、届けではな、はいはいはい、分かりました。じゃあじいちゃんちって言いますけども、お願いします。だからね、あそこでね、帰ったら帰ったら楽しいんですけど、すぐ暇になるんですよね。はい、だいたいああいうとこでテレビ1台しかないじゃないですか。個人差あるでしょう、ね、だからそういうテレビ1台をさ、はい、親戚中が甲子園で占領してますから、はい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 、子供たちもチャンネル権がないんですよ。そうそうそう、なんも遊び物もないから、なんもやることないですよね。やることないね、ほんと。やることなかったな。ないよ、もう。することといったら何します。なんもないと思うけど、畳の緑のとこだけ歩いてみたりとかね。ああ、草渡りごっこね、もうぐらいでしょうな。そのくらいでしょうな。あと何しますか。何もないよ。あと畳と絨毯くっつけてる押しピンの長いやつを抜いたり刺したり、ね、大手術ね、やったやったぐらいですかね。そんなもんでしょう。あと何しますか。何もないよ。もう扇風機に向かって、結構やることいっぱい。結構スケジュールいっぱいですよ。いやいや、5分で終わりますよ、そんなもん。でも今はね、携帯なんかあるからね、皆さん退屈しないで済むと思いますけども、まあ、やっぱ考えたら時代が変わりましたよ。今だって少子化じゃないですか、うん、だから少子化だから学校の行事なんかも変わりましたよね。僕らの時と違って、例えばほら、今修学旅行なんか今平気で海外と行くでしょ、はい、あれね、生徒さんの数が少ないから先生方も管理できていけるんですよ。そういう事情ですか。だと思いますよ。僕らの時子供の数多かったですから、はいはい、まあ修学旅行管理しようとなるとさ、うん、やっぱ国内の地味なとこ地味なとこ行かされて、まあ、そうでしたな。いや、一番ひどいのはあなたの高校ですよ。じゃあマンモス校でしたから。ちょっとここ修学旅行どこ行ったか発表してどこ行ったの。皆さんご存知ですかね、福井県の、ええ、東尋坊。東尋坊当時自殺の名所ですね。いや、いい観光地ですよ、あそこは。いや、10代で行くとこやないばいって言うてましたよ、友達と。で、その後あれよな、黒部ダムで4時間の自由時間あったな。2日目は。2日目はね。何してたの、ダムで修学旅行4時間。ずっと水を見つめてましたよ、ね。今違うでしょ、ね、ハワイとかオーストラリアとかロサンゼルスとか行くんですよ。そうなんです、ね。で、生徒さんにそういう希望の行き先が書かれてさ、なんか話し合いとか、はい、うん、学校によっては抽選で決めるっていうんですよ。修学旅行もただのアトラクションですよね、こうなったら。今年の修学旅行、いよいよ決定なんです。あれ、カビラさん、めめ、なんでカビラ J さん出ました。どこですか。グループ G、 スロバキア。どこ行くんか。坂東さんいらっしゃるんで、アタック25のお話なんですけど、初めて出た時の話なんですけど、初めて出させていただいた時、児玉さんとお話をさせていただいて、うん、で30何年やってるけど、うん、1回しか休んだことないんですよ、うん、で1回だけ休んだ盲腸で休まれたんで、うん、その時の司会が坂東さん。あ、そうですね、日本だけ、はい、はい、でそれだけずっとほとんど全部仕切ってこられたんですけども、うん、30運年やってきて一度も自分の思い描いた通りにできないと、うん、やっぱこう本人の中であるらしいんです。まず赤がいって、うん、で白が頑張って、で緑が逆転したけど最後どっか傘打っていくみたいな、こう思い描いたビジョンになりかけそうになるんだけど、やっぱり一般の人なんで、もう思わず違う番号言っちゃうんです。ですぐ思わずなぜ加藤を取らないと言ってしまうんです。まあ思わずその自分から出てしまう言葉なんですよね。で、まあ、僕もちょっと一応モノマネも公認させていただいてて、まあ、僕が出て、まあ、他も芸能人大会だったんですけども、やっぱ
僕らが優勝、まあ、花丸大吉で出たんですけど、僕らが優勝するのが多分一番いいんですけど、まあそれでもまあ最初に先行せずに後から大逆転がいいだろうなっていう多分児玉さんの頭の中にあったんで、でまあ幸いとかまあたまたまですけど、僕らも緊張してて結構答えれなかったんですよ。でもう最後ここを答えなければもう逆転の目はない、でもここで答えると土俵際の大逆転になるっていう、もうなんとなく素人目に見てもこの問題大事みたいなところで僕答えたんですよ、はい、その時の児玉さんのその通りが、そだーって言ったんですよ、すげえ、あんな冷静な人がちょっと飛び上がりながら、そだーれー、はい、プレミアムな経験な、なかなか見られへんよな、そう、バンドさんやってはった一回だけ、そういう巡り合わせもあるんですね。花さん、森大吉でございます。ようこそ、清水明ディナーショーに。違いますよ、ザ漫才でございますよ。あなたがね、M1 の審査員で、優勝の決め手は掴みの速さって言ったから、慌ててたけしさんとの合作で男です。その件はもうやめた方がいい、しょうがない、向こう2週間ぐらいは審査員の漫才と思いながら見てますから。そりゃそうですよ、そりゃ、こう和牛を選ばなかった審査員の漫才を見てやろうじゃないかという、私はもう感じてますから、茶の間から。やめてください、もう俺さっきトロサーモン見て思った、和牛にしとけよかった。ねえ、まあそんなものありますけども、ね、まあ負けずに頑張っていきましょう、ね、頑張ります、やるしかないです、やるしかないです、やるしかないですよ、本当にね、そんな、はい、審査員の先生に、大吉さんにちょっとご相談があるんですけど、何でしょうか。名言を残したい。名言、はい、何すんの急に名言って。この NHK のテレビ見てたら、ね、パンクブーブーが若手漫才師を指導するっていうのをやってますね。パンクブーブーの鉄夫が若手漫才師にこういう風に言ってるわけですよ。何、3分半のネタの時間があったら、その間に25個のボケが必要だと。ほう、そんなこと言ったの。25個です、多くない。そういう時代だからしょうがないじゃない。もうそれじゃおせちやもん、おせち。何おせち。いや、いろいろ料理あったけど、数残すか覚えとらんとなる、となりかねない。今の時代はそんだけいるの。いや、私経験させていただいて、3つでなんとかなるね。いやいや、3分半で3つはなんともならない。いやいやいや、少ないって。のり弁で考えて、のり弁で、のり弁で魚のフライが1つ、ね、ちくわ、きんぴらごぼう、これでご飯足らんぐらいです。のり弁はそうやけどね、のり弁はすごいですね、のり弁最強、のり弁があって、だいぶ離れて唐揚げ、何番、何番、何番唐揚げと思うでしょ、あれタルタルがついてる。いやいや、唐揚げがあってからこその何番、歴史が違う、歴史が。イタリアンハンバーグやる12ぐらい。イタリアさんには申し訳ありませんが、名言の話どこ行ったの。何このちょっとのり弁の話になるとちょっと興奮しちゃいます、まあ、でもそういうね、3分半にボケ25個ってなんか名言っぽく聞こえるでしょ、はいはいはい、確かにね。だから私もなんかそういういずれ後世に残るような名言を、いやでも結構今まで出してますよ、何スピーチとスカートは短い方がいいとか、よその子とゴーヤは育つのが早いとかいろいろあったよ。でもあれももともとあったやつをちょっとアレンジしただけですから、完全オリジナルでちょっと考えてきたんですよ。そうなの、実は、ちょっとね、何こういう書いて、書いて、はい、なサンドイッチマンみたいなことするやん。何、もうやってんの。それはナイツがやったやつ、かぶせが早い、みんなやってるよこのぐらい。なんあれはでもほら、ね、こっちが読むタイプです。あなたが読む、私です、まあ、分かった、ちょっと違います、何が書いてある、意味が書いてあるんで、それに値する格言を私は言うんで、新しいやつをね、的を得てるかどうかちょっと判断していく、判断とか皆さんの反応を見てじゃ決めますよ。そう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 、じゃあこれ読めばいいの、はい、じゃあ何事も自分の判断を優先させよう、差し盛りは店側の都合。刺し盛り、いやもう適当にするんじゃないよと。何、いや刺し盛りですから、向こうのちょっとした余った刺し身が出てる可能性もありますから、欲しいものは欲しいとバッと言わないと、ね、向こうの都合に合わせてるんじゃないよ、自分の意見を言おうという戒めのこと、戒めのこと、戒めのこと。じゃあ次行くよ、先の先まで考えて行動せよ、待って、醤油にわさびを溶かすのはちょっと待って。わさび、もう醤油溶かしてしまったらもうわさび味だから、あ、後にこれ生姜が来たらどうするこれ。そうね、だからもう一度皮が汚れたらもうあの頃には戻れないよという戒めの言葉で、これも戒めなの。そうです、挑戦する心を忘れるな、その刺身
ポン酢で食べてみて。ごめんごめん、挑戦ですか。刺身多すぎない？もう目の前に3皿来てるけど、うち。いや、だいたい分かるやん、これはポン酢やなってね、カワハギとか、はいはいはい、これポン酢やなと思うけど、うんうん、これは醤油やろっていうやつも結構ポン酢合うよ。じゃあ参考にさせていきますけど、タコボツとかヒント、っていうかヒント、タコボツ。これ何次、はい、新しいことわざシリーズ。もうことわざも古いから、うん、ちょっともう現代風にとか私っぽく、あ、変えてくれる、ちょっと変えます。じゃあいくよ、はい、豚に真珠、寿司にペプシ。もったいない。馬の耳に念仏、6歳児にジョジョへ。早いね。ありがたみ知らんよ、そんなもんね。猫に小判、タコに5000円。高い高い。イカなら、イカなら出すから5000円。タコに5000円高い。はい、似たようなことちょっと前まで銀シャリがやってる、うん、やってんの。やってんの。やめよ、この先輩漫才師が後輩漫才師のネタいじるの、もうやめよ。格言に戻っていい？格言に、格言戻ろう、もう行こう行こう、うん、物事には余裕を持って臨め、ホルモンは焦げるほど焼いて。焦げる、焼けたと思ってからもう一回焼いて。焦げたぐらいが一番前だ、ホルモンは。慎重に慎重を重ねよ、大将が炙るだけでいいですよっていうお肉は、うん、大将の目を盗んででももう一回炙って。炙るだけでいいって言わない。いや、通ってない、意外と通ってないから。余計なことはするな、だから言ったように、うん、もつ鍋のニラって、うん、触らんでもじわーっと落ちてくるから、うん、そのお玉でかき混ぜんで。成功は失敗のもと。あ、冷ややっこにポン酢かけてしまった、あんたー。いや、うん、でもなんかちょっと湯豆腐うまい。最初から最後まで、はい、終始難用と。ただ自分の食べ物の好みずっと言ってるだけじゃない。そうなりましたか。格言にはならないですよ。ただちょっと先生、何これ聞いていいですか。何を？今回の漫才、うん、ボケ何個ありました。いやいや、種類で言うと3つですよ。ノリ弁だ。どうも。ありがとうございました。普通に普段から花丸くんが言ってることですけど ね、 そうね、こっちの体で食べてみてとって。うるさいよね、刺身に関してはね。そうですね、すごい味わって楽しいね、うん、もうみんなベテランですから、前のコンビが受けたやつちょっとね引っ張ってね、パッと入れてくるっていうね、もう一回使ってやろうとか計算してネタ書いてこうって相方に言ってやるんだよ。ね、たくさんのご来場でありがとうございます。我々は張り切って漫才やりますけども、そうですね、ネタ今日はトータルテンボスのイベントということでね、はいはい、お客さんの中には我々のことよくわからないなんて方もいらっしゃると思いますんで、そうかもしれませんね、うん、まずは自己紹介からやらせていただいていいですかね。いいことじゃないですか、律儀で。はい、いいですか。いいですよ。まあ、我々博多華丸大吉ということでね、はいはい、博多福岡県出身の2人組なんですけども、そうです。まあ、福岡県というのは九州の一番北部にある県でございまして、うん、人口が約500万人、九州ではね一番人口が多い栄えた県だと言われてるんですよね。で、福岡県ってね、アジアの玄関口なんだか言われるんですけど、実際問題、韓国とめちゃくちゃ近いんですよ。福岡市と韓国の釜山市は直線距離で200キロしか離れてないんですよ。だからすごくね、アジアの国際色豊かな、そういう街だということをまずは皆さん知っていただきたいですよね。で、この福岡県なんですけども、非常に芸能人がよく出る店と、県としてね、有名でございまして、ね、まあ本当だ、数えられたらキリがないですよ。高倉健さんとかね、タモリさんとか、武田鉄矢さんとか、女性で言うと松田聖子さんとか、浜崎あゆみさんとか、椎名林檎さんとか、ゆいさんとか、本当にキリがないんでね、詳しくは皆さんウィキペディアで調べていただいてね、これは勉強していただきたいと思いますよね。で、この季節ね、ぜひ福岡に来ていただきたい。もし来るんならそうですね、観光名所というと太宰府天満。長くね。福岡の話長くね。いや、自己紹介、いや自己紹介、ジーモト紹介だよそれじゃ。ジーモト紹介、地元紹介、ジーモト紹介じゃねえかよ。いやいや、いやだってあなた福岡の時代からね、東京でいっぱい福岡のこと言いたい言いたいというから、いい機会だなと思って言わせてもらったんですけど、うん、ダメですか、忍び仲ね、かまわんばい。決まりましたね。決まったところで決まりました、すいません、ありがとうございます、ね、トータルということで、ね、でこんなこともやってますけどもね、やっといけた、ね、言えました、言えました、いつか言いたかったですから ね、 そうそうね、じゃあまあね、心機一転ちょっと漫才に入りますけど、漫才やりましょう。最近の話題で言えばやっぱりね、なんといっても野球の WBC、 残念でしたね、蒸し返しますか、だって準決勝敗退ということで ね、 まあでもね、まあ準決勝、まあベスト4ですよ、世界のベスト4、考えたらすごいんですけど、はい、でも最後の試合がね、ちょっと後味が悪かったから、なんか納得いかないですよね、はい、皆さんご覧になったと思いますけど、監督さん
んと選手の間でなんか意思の疎通ができてなくて、はいはいはい、ダブルスチール失敗、うん、でアウトになったソフトバンクホークスの内川選手が一人号泣して責任感じて、そうそうそう、なんかかわいそうでしたよね。いやでも、うん、僕に言わせれば内川は何にも悪くないですよ。まあまあまあ悪いのは監督でしょ。あれ指示出した、まあ、世の中のね多くの方はそう言ってますけどもね。それをなぜ内川だ相場は監督だろう。なぜ内川だ、うん、花丸さん、なぜ内ももだのトーンで言うのやめてもらっていいですか。え、いやトータルテンボスが乗っかりすぎてるって。今日はそういうイベントなんで、そっちの方向で行きたいなっていうのが私、うん、ありまして、じゃあそっちの方向で行きます。行きましょう。トータルっぽい漫才に挑戦しましょうか。もちろんです。だって普段ね僕ら花丸大吉ってどうしても博多の親子になってしまうんでね、多いからね、うん、やっぱ渋谷系漫才目指しましょうよ。渋谷系いいじゃないですか。いいですよね。だからトータルから漫才の設定だけいただきましょうよ。ほうほうほう。例えば学校ネタなんかどうですか。なかなかしないですよ。あれやりましょうやりましょう、はい、これちゃんとできれば我々も渋谷系ですから。いいですね。やりましょうやりましょう。行きましょう。じゃあ学校ネタ行きましょう、はい、あら、あらこのクラスえらい汚れてんな。ああ、おいこのクラスの委員長誰だ。ん、4組は田中じゃないですかね。野球部の。野球部の。野球部の、あいつが委員長ですか。そう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 。でもうちの野球部ってどうですか。甲子園行けますかね。甲子園厳しかですよ。厳しい。大体やっぱり甲子園行くような学校はあの講演会がしっかりそうですもんね。うちはあの OB はお金出さんですもん。なるほど。やっぱ OB はもうちょっとしっかりしたらその辺の期待はできると思いますけどね。まあ結局金ですか。金ですか。世知辛いですな。お茶でも入れましょうか。あ、そうそう、うん、あ、それとあのうちはあの通りもふるさとか送ってきたんですよ、うん、あの端末か。あのごめんなさい、はい、お宅どちら様ですか。私ですか。私6組担任の岡崎でございますだと思ったけど、ああ、いやあの先生と先生の会話ってこれ渋谷系じゃないんですよ。どういうことですか。いや舞台は職員室じゃないと思うよ。え、いやだから先生とね先生で渋谷系目指してるけど、あなたも博多のおっさんが溢れ出してるんですよ。そうです。ドバドバ出てるんで抑えたつもりなんですよ。いやいや全然収まってないですよ。先生やめてもらっていいですか。先生やめて。私先生やるんで、はい、あなた生徒で。生徒で。こうどう不登校の生徒どうですか。あ、今風ですね。今風でしょ。行きましょう行きましょう。ね、お前が家で閉じこもってるから担任としてちょっと迎えに来るみたいな。はいはい、まさか我がクラスから不登校の生徒が出るとはな。担任のメンツにかけて必ず学校に連れて行こう。コンコン。おい岡崎。先生。早い。もう出てきた。何ですかわざわざ。いや何ですかやないよ。お前が不登校になったっつったら先生心配してきたんだぞ。どうしたんだ、なんで学校に来なくなったんだ。いや僕も学校行きたいんです。行きたい。ただ事情が変わりましたですね。なんだ事情変わったって言ってみろよ。いや政権が自民党に移ったでしょそうですね、現場の仕事が増えたですもんね。現場の。そうです。やっぱ景気が変わ、うん、まあ上がってきてるという証拠かもしれませんが、現場の仕事が増えてやっぱ夜の宴会も増えたわけです、うん、せっかく定時制に受かった私としてでも、ね、先に言おうかな花丸さん、はい、先に定時制は定時制と言っていただかないと結果的にまたおっさんとおっさんが睨み合っただけになりますからはあ、はあ、うん、差別するんですか。いや差別じゃない。定時制がいい悪いじゃなくて、はい、渋谷系と聞いてるんで、はい、定時制よりも普通の高校がいいのかな、はい、土建屋の生徒さんはちょっと、うん、渋谷系じゃないと思いますよ。お言葉ですが、うん、渋谷は工事多いですか。どうでもいいのだからって土建業もいいでしょうじゃなくて、はあはあ、ちょっとわからんかな。わからんです、ね、じゃあ生徒生徒にする。あ、そっちも生徒。17歳にしましょう設定は。17歳。いやちょっと演じきれるかな。私43ですもん今年。分かってます分かってます分かってますよ。それはちょっと無理がありませんか。それ大丈夫。それはあの冬のそなたの高校生役のヨン様ぐらい無理があるんですよ例えが古いよちょっと。大丈夫でいけるから、みんなその辺は気にしないから。お互い17歳。17歳これどうですか、はい、修学旅行の夜。修学旅行の夜男性とか布団に入ってコソコソコソ、あれ好きな人。そう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 、あれやりますあれやります。ねえ、ねえ、うん、起きとうと。起きとうよ。何で起きとうと。起きとうって何なんもな。お前の奥さんは好きなおにぎりの具ばをし何聞きよんのはおにぎりの具、好きなおにぎりの具教えてって。もう言わんけ、絶対言わんけ。なんなんおにぎりの具って。恥ずかしい。恥ずかしくないよ別に言われてもいいよ。修学旅行の夜することかね。いいけん教えてって。は？そんな知りたい。もうおにぎり。じゃあ俺は昆布。バリエロ。エロくないよ別に。ボーボーやん。なんかボー、なんで昆布はボー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 やん。ボー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 。俺ボー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 じゃねえよ。俺ボー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 じゃねえよ。昆布ボー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 やないか。じゃあ何の。え？
じゃあお前なんだ。俺も言わないかんと。言わないかに決まってる。お前言うなよ。絶対言うなよ。明日バスでバラすなよ。バラされたけど何だろう。お前の好きなおにぎりのことが誰も興味ねえけ言えたよ。俺は、はあ、どうでもいいよ。なんなん今のたっぷりとした間、まあ、ベテランの妙義。ウフフフじゃなくて、無理やね。学校ですか。思い切って変えますか。カップルやりましょうか。カップルやりましょうか。カップル、カップル行きましょう。それはしないですね。めったにしない。私彼氏あるんで、はい、あなた彼女で、彼女この季節なんでお花見かなんか行きましょうか。花見ね。花見に行きましょうよ。うん、よーし、花見の場所に着いたぞ。早くね。着くの早くね。元の紆余曲折。前後とかないんよ。車に乗ってとか。いやいや、もうその辺は端折っていいんよ。ほらほら綺麗な花ね、桜が咲いて、まあ、早いね、やっぱ会社宣言すごくいいんよ、この桜が。いいね、気持ちいい。いっぱいなんかお店が並んでおけ。本当だ。何でも好きなもん買ってやるから。買ってくれると。いいよいいよいいよ。よし、リンゴ飴一緒。いやリンゴ飴めったけいいよ。なんで？だってあの中身のリンゴってどうせ台風かなんかで落ちた腐りかけのリンゴやろ。そうなん？腹壊すかもしれんけどやめとった。そうなんですか？うん、やめとった。物知り。うん、いい、大丈夫大丈夫大丈夫。あ、じゃあ私イカ焼き食べよう。イカ焼きは絶対出来たてやないと飲んで。あれ音見てん、イカ並んどやろ。その横にパイプみたいなのがあって、そっから湯気らしき液体みたいなのがバーって吹きようだけ。わあれ音見たらね、全然あのイカの湯気じゃないんよ。機械的な湯気なんよ。冷静、カチカチやけやめとったがいいよ。すごいね、うん、すごいよ。私もうあれやん、ずっと食べるの。なになに、ドラえもんカステラ。ドラえもんかい。あれよく見てって、あれドラちゃんカステラって書いてあるやん。あれだってドラえもんの鈴が緑やもん。 そうや、あれ偽物取って、あれ藤子 F 不二雄先生の許可なんか取ってない取って、あれを買うということはお前は犯罪に手を染めるということ。夢がなくね。ずっと夢、元の夢。それ以外なら何でもやってるから、食べ物はやめとった方がいいと思うよ。あ、私あれがある、夢があるやつ。何何、くじ引き、くじ引き。